ステンレス鋼を使ったカトラリー、食器、鍋、ワイン醸造タンク、アーチ、鉄道車両、手すり、液。ステンレス鋼とは、鉄に一定量以上のクロムを含ませた腐食に対する耐性を持つ合金鋼である。規格などでは、クロム含有量が10.5%以上、炭素含有量が1.2%以下の鋼と定義される。 単にステンレスとも呼ばれ、かつては不修工と呼ばれていた。1910年代前半頃に発明、実用化された。ステンレス鋼の腐食に対する体制の源は、含有されているクロムで、このクロムによって不動体被膜と呼ばれる、数ナノメートルの極めて薄い被膜が表面に形成されて、金属素地が腐食から保護されている。不動体被膜は傷ついても、 一般的な環境であれば、すぐに回復し、一般的な不通孔であれば錆びるような環境でも、ステンレス鋼が錆びることはない。ただし、万能な耐食性を持つわけではなく、特に穴色、隙間腐食、応力腐食割れといった極部的な腐食は問題となりうる。特に塩化物用環境には注意を要する。また、ステンレス鋼は高温腐食に対しても耐性が高く。 耐熱鉱としても位置づけられる。一口に、ステンレス鉱といっても、実際には多様なステンレス鉱の種類が存在しており、耐食性が、より高い鉱種、高強度な鉱種、磁性を持つ鉱種、非磁性の鉱種、極低温でも脆化しない鉱種などがある。特に主要金属組織をもとにして、オーステナイト系ステンレス鉱、フェライト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鉱、 オーステナイトフェライト系ステンレス鋼、石質効果系ステンレス鋼の5つで大別されている。クロム以外にもニッケルを筆頭に特性工場のために様々な元素が添加される。ステンレス鋼の製造上は炭素の効率的な除去が特に重要なポイントとなる。成形、溶接、切削といった加工場も普通鋼とはいくらか異なる面がある。 日用品から産業用に至る幅広い分野でステンレス鋼が使われており、耐食性により金属素地を露出して利用可能なため、異常的な利用も多い。ステンレス鋼とは鉄にクロム元素を一定量以上含ませた錆びにくい合金の一種といえる。鉄鋼材料の中では工合金鋼または特殊鋼に位置づけられる。鉱術のように含まれるクロムが ステンレス鋼の耐食性の主たる源で、現在の国際的な定義では、ステンレス鋼は、クロム含有量が10.5%以上、炭素含有量が1.2%以下の合金鋼と、定められている。このステンレス鋼の定義は、国際統一のために1988年に、世界税関機構によって導入され、現在に至っている。国際標準規格や日本産業規格でも、 同様の定義が現在では採用されている。以前は、クロム含有量が約12%以上で十分な耐食性が発揮されると認識されており、ステンレス鋼に必要なクロムの最低含有量は約13%や約12%などとされていた。技術の向上によって、炭素、窒素、硫黄などの耐食性を低下させる元素の含有を減らせるようになったため、 定義上のクロムの最低含有量が10.5%で十分となった。ステンレスコーという名は、英語の名称ステンレススチールの直訳に由来する。ステンレススチールという名は、ステンレスコーを最初に実用化した一人である、イギリスのハリー・ブレアリーによって、より正確には、ブレアリーの鋼の耐食性を確認した刃物技師の、アーネスト・スチュアートによって名付けられた。 1914年にスチュアートがブレアリーが開発した鋼をより変色しにくいと評した記録が残っており、それがステンレス鋼に対してステンレスという言葉が使われた最初だと推定される。日本語ではかつては不修鋼という名でも呼ばれていた。現在では短くステンレスと呼ぶことも多い。業界用語としてさらに省略してステンと呼んだり、 ステンレス鋼のジスの材料記号がスースであることからサスと呼んだりもする。イギリスで発明されたステンレス鋼について伝える、1915年1月31日付のニューヨークタイムズ記述ステンレス鋼が発明、実用化されたのは20世紀初頭の1910年代のことである。18世紀にクロム元素が発見され、19世紀中に ステンレス鋼発明につながる多くの重要な基礎、研究成果があり、それらをもとにステンレス鋼の発明が達成できたと言える。1900年代には、フランスのレオン・ギレやドイツのフィリップ・モンナルズが、鉄、クロム合金についての特筆すべき学術的成果をまとめ、ステンレス鋼発明の土台が整いつつあった。口述のように、ステンレス鋼は、 金属組織別に大きく5つに分類される。1912年、オーステナイト系ステンレス鋼が、ドイツのベンノ・シュトラウスとエドワルド・マウラーによって、発明された。そして1913年、マルテンサイト系ステンレス鋼が、常述のイギリスのハリー・ブレアリーによって発明された。フェライト系ステンレス鋼もこの頃に発明されたが、フェライト系ステンレス鋼の場合は誰を 発明者とするかは決めがたい。フランスのアルバート・ポート・バン、米国のクリスチャン・ダンチゼン、米国のエル・ウッド・ヘインズなどが、フェライト系ステンレスコーの発明者として挙げられる。以上のようにステンレスコーには、多くの発見者、発明者がいたが、ステンレスコーの発明者として一人を挙げるときには、ハリー・ブレアリーンの名を挙げることが多い。実用化後から、ステンレスコーは、 耐食性及びその他特性を活かして、産業用から家庭用まで様々な用途で需要を伸ばしてきた。新たな機能、特性を持った講種の開発が行われ、ステンレス鋼の種類も豊富に増えていった。オーステナイトフェライト系ステンレス鋼は1930年代に、石質効果系ステンレス鋼は1940年代に実用化された。同時に、 ステンレス鋼の量産化と生産技術の向上も進められてきた。特に1940年代の酸素脱炭法のステンレス鋼製造への適用、さらに1960年代後半の VOD 法と AOD 法の発明はステンレス鋼の生産性、品質を大きく向上し製造コストを低下させた。1950年から2019年までの統計によれば、 ステンレス鋼の全世界生産量は平均5.8%で増加を続けてきた。近年でも製造法の改良や開発、耐食性、強度、加工性を改良あるいは顕微した鋼種の開発、省エネや少資源化を目指した鋼種の開発などが続けられている。ステンレス鋼に添加される合金元素は定義のようにクロムを必須とする。さらに、 白紙特性向上のためにニッケル、モリブデン、銅、ケイ素、窒素、アルミニウムなどの他の元素も添加される。また、リンや、イオウのように、場合によっては有効だが、基本的に有害な不純物元素も含まれており、普通は製造上できるだけ取り除かれる。炭素は、耐食性を落とすステンレス鋼にとっての最大の不純物元素であり、一方で、 強度向上に寄与する有用な元素でもある。一部の種類のステンレス鋼を除いて、ステンレス鋼は0.01桁や0.001桁の低い炭素濃度パーセンテージで製造されている。フェライトとオーステナイトの結晶合子の様子。マルテンサイトの結晶合子は、アルファーとほぼ同じで、わずかに立方体から脳型体となる。 ステンレス鋼の金属組織をミクロに観察すると、金属組織を主に占めている姿の種類には、耐震立方構造のフェライト、耐震正方構造のマルテンサイト、免震立方構造のオーステナイトの3つが存在する。こういった合金の金属組織は、含有する化学成分の種類と、濃度、加熱、冷却、一定温度保持などの材料が受けた、熱履歴、および、 加工履歴などによって決まる。フェライト、マルテンサイト、オーステナイトは結晶構造がそれぞれ異なっており、結晶構造の違いがステンレス鋼の材料特性の違いとなって現れる。特に物理的性質と機械的性質が金属組織の種類によって変化する。フェライト、マルテンサイト、オーステナイトという三つの層は鋼全般で存在する姿だが、鉄、 炭素の二つからなる単純な鋼では、オーステナイトは高温のみで現れる姿であり、常温で組織がオーステナイトになることは普通はない。常温でオーステナイトを使用なそうとする光種があることは、ステンレス光の特徴の一つと言える。鉄、クロム系二元状態図。縦軸が温度、横軸がクロム濃度で、図中には静的に変化させた時のその温度とクロム濃度における。 そうを示している。アルファーがフェライト、ガンマがオーステナイトを意味しており、左端の閉じたガンマの存在領域がガンマループ。ステンレス鋼の基礎となるのが鉄、クロム系の状態図である。二成分系合金の状態図とは、縦軸に温度をとり、横軸に二つの元素の質量比をとり、温度と質量比によって決まる、熱力学的平行状態の金属組織を示す。 普通である。鉄、クロム系二元状態図によると、クロム濃度0%の時、約900摂取1400度の範囲で組織は、オーステナイトとなる。クロム濃度を0%から増やすと、オーステナイトが存在する、温度域は狭くなっていき、ついには、オーステナイトは存在しなくなり、組織は有点まで、フェライト炭素となる。このように、濃度を増やすと、 フェライトが生成する型に寄与する元素を、フェライト生成元素、フェライト形成元素、フェライト安定化元素などと呼ぶ。クロムの他にも、フェライト形成元素には、モリブデン、チタン、ニオブ、ケイ素などがある。一方、鉄、クロム系二元状態図上では、高温で、クロム濃度が低い範囲まではオーステナイトが存在する。この高温域にあるオーステナイトの存在領域を、 ガンマループなどと呼ぶ。鉄、クロム系に炭素もわずかに加わったような場合を想定すると、ガンマループより低い温度では、オーステナイトは強積反応でフェライトと炭化物へと分解される。しかし、ガンマループから組織を急冷した場合、組織はマルテンサイトに変わる。すなわち、急冷によって強積変態が阻止されて、マルテンサイト変態が代わりに起こる。 生成されたマルテンサイトには炭素が過飽和に雇用されており、組織中に転移が高密度に存在した状態となる。これによって、マルテンサイトは高い強度と高度を持つ組織となる。鉄、ニッケルの二元合金状態図。ニッケル濃度が上がるにつれて、ガンマの領域が広がる。フェライト生成元素とは逆に、濃度を増やすと、オーステナイトが生成する型に寄与する元素を、 オーステナイト生成元素、オーステナイト形成元素、オーステナイト安定化元素などと呼ぶ。ステンレス光に加えられるオーステナイト生成元素の代表例がニッケルである。鉄、ニッケル二元系の状態図を見ると、ニッケル濃度が高いほどオーステナイトの領域が広がっていく。鉄、クロムニッケルの三元系で考えると、ガンマループの領域が大きくなっておく。 このようなオーステナイト生成元素を利用し、ステンレス鋼の特定の種類では、常温でもオーステナイト組織のままとすることができる。オーステナイトの組織は、高い塩性、非磁性などの特徴を持つ。ニッケルの他には、炭素、窒素、コバルト、マンガン、銅などがオーステナイト生成元素である。シェフラーの組織図の一例。A はオーステナイト、F は フェライト M はマルテンサイトを意味する。以上のようなフェライト生成元素とオーステナイト生成元素の量がステンレス鋼の組織を主に決めている。フェライト生成元素とオーステナイト生成元素の量から決まる主要証を図示したのがシェフラーの組織図である。これは横軸をクロム投量、縦軸をニッケル投量として蘇生と組織の関係を示したもので、 クロム投量とニッケル投量とは、のような形で、クロムのフェライト生成能あるいはニッケルのオーステナイト製シゲヨシと同じになるように重み付けし、各々の元素含有量を足し合わせたものである。ここで、X で元素 X の質量パーセント濃度を意味する。シェフラーの組織図は、もともとは溶接時の溶着金属の組織に対するものだったが、組成から、 ステンレス鋼の層を予測するのに実用上も有効である。投了からステンレス鋼の組織を予測する手法については、シェフラーの組織図以外にも様々な手法が提案されている。ステンレス鋼には現在では多くの種類が存在している。用途、目的に応じて適当な講師を選択することが重要である。対別分類としては、 使用成分別と金属組織別がある。さらに細かくは規格で分類、指定されている。ステンレス鋼に含まれる合金元素としてはクロムが欠かせない。さらに、ニッケルを使用合金元素として含むステンレス鋼も主流である。主要な合金元素がクロムのみであるステンレス鋼、主要な合金元素がクロムとニッケルのステンレス鋼、これら二つをという。 クロム系ステンレス鋼とクロムニッケル系ステンレス鋼の2種類が主要成分による大別分類として定着している。ただし主要合金元素の組み合わせとしてはクロム系とクロムニッケル系以外もあり得る。かつて日本作業企画にあったスース200番台のステンレス鋼などはニッケルを減らしてマンガンも主要成分としているので CRNIMN 系のステンレス鋼と言われる。 ステンレス鋼の主要成分は金属組織の決定に直結し、工術の組織別分類にも関わってくる。前期のように金属組織の状態は材料特性に特に影響する。そのため金属組織別にステンレス鋼を大別するのが学問的にも順当で材料特性を理解しやすい。常温における金属組織によって大別すると、 ステンレス鋼は以下の5つに分類される。この中で、石質効果系ステンレス鋼は主要な層ではなく、組織の石質効果の有無による分類なので、その母性に基づき、マルテンサイト系石質効果型ステンレス鋼、オーステナイト系石質効果型ステンレス鋼のように、さらに細分もされる。以下、特に断りがない限り、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、 オーステナイトフェライト系、石質効果系という表記は、蒸気の5種類を指す。マルテンサイト系ステンレス鋼マルテンサイト系ステンレス鋼、IC420 の金属、組織写真マルテンサイト系ステンレス鋼とは、常温でマルテンサイトを主要な組織とする、ステンレス鋼である。高温では、オーステナイト単一組織。 またはフェライトが少し混じったオステナイト組織で、その状態から急冷して、焼き入れを行うことによって、マルテンサイト変態を起こして、マルテンサイト組織にする。焼き入れ後は、残留応力の除去や、人生の回復を行うために通常焼き戻しを行う。マルテンサイト系のクローム含有量は、一般的に11%から18%程度で、 クロム系ステンレス鋼の一種に分類される。また、他のステンレス鋼と異なり炭素を積極的に含むのが、マルテンサイト系の特徴で0.15%から最大1.2%の炭素がマルテンサイト系に含有される。ステンレス鋼の中では、クロム含有量が比較的少なく炭素含有量が比較的多いという素性となっている。13CR 鋼や、 13クロムステンレスなど呼ばれる、クロム量約13%の鉱種が、マルテンサイト系の代表的な鉱種である。焼き入れではなく、完全焼きな、マシを施した場合のマルテンサイト系の組織は、炭化物を多く含む、フェライト組織となる。フェライト系ステンレス鋼フェライト系ステンレス講、ICE430 の金属、組織写真フェライト系ステンレス鋼とは、 常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼である。高温では、フェライト単一組織、またはオーステナイトが少し混じったフェライト組織で、焼き入れ処理をしても、相変態が起きない。フェライト系のクロム量にはおよそ12%から30%程度までの種類がある。マルテンサイト系と同じくニッケルを、使用合金元素として含まず、クロム系ステンレス鋼に分類される。 18%CR 鋼や18クロムステンレスなど呼ばれるクロム量約18%の鉱種がフェライト系の代表的な鉱種である。特に炭素及び窒素の含有量を0.03%以下のような極定量まで低減し、さらにチタンやニオブなどの炭化物安定化元素を添加し、性能を高めたフェライト系鉱種は高純度フェライト系ステンレス鋼と呼ばれる。 オーステナイト系ステンレス鋼、オーステナイト系ステンレス、鋼304系の金属、組織写真オーステナイト系ステンレス鋼とは、常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼である。上記で述べた通り、通常は常温ではオーステナイトは残存しないが、オーステナイト生成元素を添加することで、オーステナイトが安定化して常温で存在可能になる。通常、高温で 材料全体をオーステナイト化合金元素を十分に雇用させ、急冷して完全なオーステナイト組織にする。オーステナイト系は主要合金元素として、クロムとニッケルを含むクロムニッケル系ステンレス鋼の一種である。18から8ステンレスなど呼ばれるクロム約18%ニッケル約8%の鋼種がオーステナイト系の代表的な鋼種である。 オーステナイト系はステンレス鉱全体の中で最も広く使われている鉱種で使用量も種類も多い。オーステナイト系は常温でも使用組織をオーステナイトとするが添加される抗菌元素素性によって存在するオーステナイトの安定度が異なる。オーステナイト安定度が低い場合は素性加工が施されたり低温下に置かれたりすると一部のオーステナイトが マルテンサイトに変態する。このような講師は、純安定オーステナイトケーステンレス講と呼ばれる。一方、オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても、相変態が起きず、このような講師を、安定オーステナイトケーステンレス講と呼ぶ。オーステナイトフェライトケーステンレス講、オーステナイトフェライトケーステンレス講運三万32205の金属組織写真オーステナイト、 フェライト系ステンレス鉱とは、常温で、オーステナイトとフェライトの両方が並存する組織のステンレス鉱である。二つの層からなるので、二小ステンレス鉱などとも呼ばれる。実際のフェライトオーステナイトの割合は、成分と熱履歴によって変わるが、一般的には、それぞれの存在割合がおおよそ同じとなるように、製造する。オーステナイト生成元素とフェライト生成元素の、 調整によって、オーステナイトとフェライトを併存させる。例えば、ニッケルを8%含むものがクロムを22%以上含むようになると、常温で二小組織を得ることができるようになる。オーステナイト系と同じくニッケルも、主要合金元素として含むため、オーステナイトフェライト系は、クロムニッケル系ステンレス鋼の一種に分類される。オーステナイトフェライト系の代表的鋼種の場合で、 クロム約25%、ニッケル約4.5%、モリブデン約2%を主要合金元素とする。石質効果系ステンレス鋼。石質効果系ステンレス鋼とは、銅やアルミニウムといった元素を添加して、母性に石質させ、石質効果と呼ばれる材質の効果現象を起こして、用いるステンレス鋼である。一般的に使われている石質効果系の母性の種類は、 オーステナイトとマルテンサイトの2つである。効果を起こす微細な石質物を母小中に分散、検出させて、石質効果を起こす。石質物自体は、光学顕微鏡では視認できず、電子顕微鏡などを使って確認できるレベルの大きさである。ニッケルも使用合金元素として含むため、石質効果系は、クロムニッケル系ステンレス鋼の一種に分類される。 石質効果系の代表例が17から 4pH と呼ばれるマルテンサイトを母賞とする公種でクロム約17%ニッケル約4%を含み石質効果性元素として同約4%を含む石質効果系は母賞の種類性質に応じて細分されマルテンサイト系石質効果型ステンレスコーセミオーステナイト系石質効果型ステンレスコー オーステナイト系積質効果型ステンレス鋼の3つが一般的である。ステンレス鋼の種類は世界各国の国家企画や団体企画及び国際企画で規定されている。2010年版の ISO 規格では全191種のステンレス鋼が規定されており、そのうちオーステナイト系が98種、フェライト系が34種、マルテンサイト系が33種、 オースティナイトフェライト系が15種、石質効果系が11種となっている。こういった規格で、化学組成の指定のほか、機械的性質、耐食性などの品質要求が各公種に対して定められている。ステンレス鋼の規格分類を最初期に規定したのは、アメリカ鉄鋼協会で3桁の数字と末尾の記号で、ステンレス鋼の種類を体系づけした。 マルテンサイト系とフェライト系には400台を、オーステナイト系には300台を割り当てている。最も使用されている18から8ステンレスには304という記号が割り当てられている。愛子規格の命名体系はアメリカのみならず、世界各国でも採用され、カナダ、メキシコ、日本、韓国、イギリス、ブラジル、オーストラリアなどが愛子規格体系をもとにした。 国家規格を制定している。一方で国際規格である ISO 規格や欧州統一規格である AN 規格はドイツの DIN 規格の命名体系を採用している。アメリカでは ICE は公衆の規格活動を1960年代に終了しており、アメリカ国内では ICE 規格はアメリカ試験材料協会やアメリカ自動車技術者協会の規格に採用された。 形で残っている。さらに、金属、合金コードの統一を目指すユニファイドナンバリング、システムでもステンレスコーについては、愛し規格体系をベースにしている。18から8ステンレスコーを例にして、主な規格の材料記号を下記の表に示す。このうち、イギリス、ドイツ、フランスなどの規格は、現在では、暗規格に統合されている。実を例にすると、 ステンレス鋼の指定は以下のような具合である。まず頭に大まかな分類記号がつく。スースがステンレス鋼材全般を意味しており、他には中高品を意味する SCS や溶接用ワイヤーを意味するスージーなどがある。次に鋼子を指定する記号が続く。これは愛シ規格に由来する3桁の数字からなり、さらに意味付けされたアルファベットが 数字の後に続くこともある。スース304リットルであれば、スース304をより低炭素にした光種を意味する。中高については独自の体系で整理されている。このような具合に決められた一連の記号によって、満たすべき化学蘇生及び機械的性質の範囲などが指定される。さらに必要であれば、製品形状を示す記号を末尾につける。 スース 304B であれば、スース304の防材を意味し、スース 304HS であれば、スース304の熱化圧延滞材を意味する。ステンレス鋼の耐食性は、化学組成、組織の状態、熱履歴によって変動する。優れた耐食性を持ち、錆びない材料のイメージを一般に持たれる、ステンレス鋼だが、実際の耐食性は、公種によって幅広い。 海水でも錆びない、高耐食なものから、野外に放置すると数日で錆び出すものまで存在する。特に、耐食性の度合いの決定には、化学組成の影響が大きく、各々のステンレス鋼の実際の耐食性は主に、化学組成によって決まると言える。ステンレス鋼の耐食性を向上させるには、有効な合金元素の添加と不純物となる元素の減少が有効である。 主要組織別の分類で言えば、オーステナイト系の耐食性が優れ、マルテンサイト系の耐食性は悪いと、大まかに評される。ただし、このように、主要組織別分類で、耐食性を大まかに評価できるのは、主要組織が化学組成と熱履歴によって決まっているからである。マルテンサイト系の例で言えば、マルテンサイト系は、マルテンサイト組織を得るために、 耐食性に有効なクロムを増やすことと耐食性上は不純物となる炭素を減らすことが両立しない。結果的にマルテンサイト系の耐食性は他のステンレス鋼よりも一般的に劣る。ステンレス鋼が関わる腐食には大きく分けて質食と間食という二つの形態がある。質食は水溶液腐食とも呼ばれ水溶液の作用で起こる腐食である。 感触は気体腐食とも呼ばれ、高温の気体の作用で起こる腐食である。出色は典型的な腐食現象で地球上の金属の腐食のほとんどが出食で起きている。不動体化炭素鋼を中性の水に浸しておくとすぐにサビが発生し、腐食が進む。一般的に腐食とはアノード反応と仮想度反応の組み合わせによって起こるもので、 電気化学なメカニズムが腐食の基本原理である。酸素が溶存する中性水溶液中では、以下のようなアノード反応と仮想度反応が起きている。このように、アノード側の鉄が FE にイオンとして溶け出て、腐食が進む。一方、ステンレス鋼を同種の環境においても普通は腐食することはない。この時、ステンレス鋼の表面には、 不動体被膜と呼ばれる特殊な被膜が生まれており、金属がイオンとなって溶け出ていくことをこの被膜が妨げている。不動体被膜は科学的に安定かつ緻密に表面を覆っており、もしステンレス光表面が傷つき被膜が破壊されても通常は瞬時に再生する。このように熱力学的には腐食が本来は進むはずの環境で、 不動体被膜によって腐食が著しく遅くなり、腐食が実質的に止まることを不動体化と呼ぶ。不動体化した状態を不動体と呼ぶ。不動体化は普通の鉄でも起きる。例えば、鉄を硝酸水溶液に浸した時、一定以上に硝酸濃度を高くすると不動体化して、鉄の溶解が止む。ステンレス鉱が鉄と異なる点は、ステンレス鉱の不動体化は、 一般的な環境でも起きるという点である。これによって、ステンレス光の高い耐食性が実現している。不動体化する合金の分局曲線もしきず、青色実線がアノード分極曲線、赤色点線が仮想度分極曲線、交点 A が活性体に止まる場合で、交点 B が不動体化する場合、不動体化の様子は、金属の アノード分極曲線から読み取ることができる。アノード分極曲線とは、ある電解必要液に対象の金属を電極にして浸した時に流れる電流密度を電極電圧の関数として表した曲線で、この曲線における電流密度は金属側の腐食速度を意味する。平行電位から電圧を増やしていくと電流密度も上昇していく。 しかし不動体化を起こす金属の場合、ある電位で電流密度がピークを打ち、その電位を超えると電流密度が急激に下がりだし、電流密度が低いレベルで一定を保つようになる。この低いレベルで電流密度が落ち着いている状態が不動体である。不動体になる前のピークの電流密度を臨界不動体化電流密度、臨界不動体化電流密度を示すときの電位を 不動体化電位不動体化している時の電流密度を不動体維持電流という。そして、さらに電位が増えると、ある程度以上の電位で、電流密度が再度増え出し、不動体被膜が溶解して、活性状態に戻る。このアノード分極曲線における臨界不動体化電流密度が、金属が不動体化する上で重要な特性値となる。一般に、金属が不動体化するには、 臨界不動体化電流密度よりも大きな電流が仮想度反応から提供される必要がある。不動体化するには環境側によって決まる仮想土分局曲線がアノード分極曲線の臨界不動体化電流密度のピークを乗り越え不動体域に行き着いて平行状態になる必要がある。よって臨界不動体化電流密度が低ければ低いほど金属は不動体化しやすい。 クロムを鉄に添加すると、クロム含有量を増やすにつれて、臨界不動体化電流密度は下がり、不動体家電位も低くなり、不動体域が広がる。すなわち、あまり酸化性が強くない環境でも不動体化しやすくなる。さらに、クロム含有量を増やすにつれ、不動体維持電流も小さくなり、不動体が安定する。このクロムの効果が、ステンレス鋼の定義において、 クロムの一定以上の含有を必須としている理由である。鉄に添加して有効な不動体飛膜を発生させることができるクロム以外の元素は現在までのところ見つかっていない。電解放出型操作電子顕微鏡で撮影されたスース304の不動体飛膜断面。サブストレートが素地で沈着された発金。 炭素との間に3.8ナノメートルの不動体被膜が確認できる。ステンレス鋼が作る不動体被膜の詳細は、現在も様々な手段による解析が行われており、まだ正確には解明できていない面もある。不動体被膜の厚さは、蘇生や環境にもよるが、1、3ナノメートルないし1、5ナノメートルと極めて薄い。そのため、被膜が肉眼で見えることはない。 ステンレス鋼の不動体被膜の構造は二層構造となっており、外層側が水酸化物、内層側が酸化物となっている。内層酸化物は酸化、クロムイオンが濃縮して構成しており、ステンレス鋼の素地と被膜は酸化物イオンを介して結合していると考えられている。この内層酸化物が不動体被膜の耐色性を主に生み出していると考えられている。 解析結果の一例だが、水和置き水酸化クロムと呼ばれる、作化合物が主体として、皮膜を構成しているというモデルが考えられている。また、不動体皮膜は非化学量論的化合物であり、明確な結晶構造を持たない。クロム量が多いほど、希少質構造の度合いが大きくなる。ステンレス鋼が断性変形しても、不動体皮膜もそれに、 よく追従して破壊されることはない。上記でも述べた通り、もしステンレス鋼表面が傷ついて被膜が機械的に破壊されても瞬時に再生する性質を持つ。また、ステンレス鋼の不動体被膜は半導体型で、クロム20%程度まででは N 型半導体、それ以上では P 型半導体となっている。鉄とクロムの二元合金に、さらにニッケルや、 モリブデンなどの他の元素を加えても耐食性向上の効果がある。ニッケルは臨界不動体化電流密度と不動体維持電流を小さくする。モリブデンも臨界不動体化電流密度を小さくする。しかし、いずれの元素も不動体化電位を高くする。モリブデンは不動体中には存在しないが、不動体被膜の再生を助ける働きをすると考えられている。 全面腐食腐食の形態を進行範囲の大きさで分けると全面腐食と極部腐食の二つに分かれる。全面腐食は表面全体が概ね均一に腐食して失われていく形態で極部腐食は材料の一部分で腐食が極部的に進行する形態である。ステンレスコーはその不動体化能力によって全面腐食に対しては比較的強い。 ステンレス光の腐食による事故、事例の中では全面腐食によるものの割合は少ない。全面腐食は発生の予測がしやすいため、腐食現象の中では危険性が小さい方である。ステンレス光の全面腐食は表面が不動体化できず、全面が活性状態となる環境で起きる。アノード分極曲線上で言えば、不動体に移る前の電位に比例して電流が、 急増していく領域のことを活性体といい、この活性体で全面腐食が起きる。一度不動体になった金属に対して酸化剤の pH が下がっていくと、あるところの pH 以下で不動体を維持できなくなる。この pH の値を脱不動体化 pH といい、スース304の場合でに前後である。ステンレスコーの全面腐食は一般的に pH イコール2以下の酸環境で起きる。脱不動体化 pH をさらに下げるには、クロム、モリブデン、ニッケルの添加が有効である。主な酸に対する、大まかな全面腐食耐食性の傾向を以下に示す。ステンレスコの塩酸に対する耐性は、表にも示すように乏しい。塩酸は、ステンレスコを不動体化させるほど十分な酸化力がなく、全面腐食を引き起こす。 ステンレス鋼が最も苦手とする環境が塩酸だと言える。気塩酸に対して使われる場合もあるが、塩酸濃度が低い場合でも、口実の穴色や応力腐食割れの可能性がある。硫酸に対しては、中濃度では全面腐食が起きる。十分な高濃度、または低濃度の硫酸に対してのみ、ステンレス鋼の使用が許容される。高温化した硫酸に対しても、全面腐食が起きる。 可能性があり、0.5%硫酸でも温度が、摂氏100度で腐食が進む。硝酸については、中濃度及びそれ以下であれば、ステンレス鋼は良好な耐食性を持つ。一方で、高濃度や高温度の硝酸に対しては、大きな腐食が起きる。代表的な有機酸である酢酸に対しては、沸点温度になると腐食しないために、高耐食ステンレス鋼が必要となる。ただし、 実際の作産には不純物や共存成分が混じり、それらが腐食を促進する。アルカリ性環境については、希薄なアルカリ水溶液に対しては不動体化して、良好な耐食性を示す。ステンレス鋼で実際に問題となるのは、火星ソーダによる腐食である。火星ソーダに対してはニッケルが有効で、ニッケル含有量が多いほど耐食性が向上する。 クロームニッケル系ステンレスコーのスース304の場合で濃度50%以下温度摂取80度以下であれば腐食に耐えそれ以上の条件になると全面腐食が進む穴色隙間腐食ステンレスコーの場合全面腐食よりも材料中の一部分で腐食が進む極部腐食の方が実用上の問題となることが多い特にステンレス鋼で問題となる極部腐食は 穴食、隙間腐食、流解腐食、応力腐食割れなどがある。穴食試験後のオーステナイトフェライト系にできた穴食の様子。写真は高温暴露の影響を調べており、和雇用加熱処理後の試験編はそれぞれ摂取350度、摂取450度、摂取500度で5500時間事項されたもの。穴食とは全体的には 腐食が進んでいない状況にもかかわらず材料中の一部分が穴状に侵食する形態の腐食である。具体的な破壊モデルは主治提案されているが、不動体被膜が電気化学的あるいは機械的に局所的に破壊されると、そこから穴食が発生する。ハロゲンイオンを含む水溶液環境中で穴食は起こりやすく、特にステンレス鋼の場合は塩化物イオンを含む。 水溶液中で穴色が起こりやすい。外部との液交換が難しいピット中では、ピット中の溶存酸素が消費されて、ピット中は溶解金属イオンが過剰な状態となる。電気的中性を保つために、外部の CL が電気栄動でピット中に引き寄せられ、ピット内で金属塩化物ができる。金属塩化物はすぐに加水分解して、 ピット内部の pH はさらに低下し、ピット内部で腐食が進む。塩化物イオンの場合は、このような気候によって、穴食が進むと考えられている。穴食に対するの耐食性向上には、クロム、モリブデン、窒素、ケイ素、タングステン、レニウムなど添加が有効である。特に、クロムとモリブデンが耐、穴食性向上の元素として挙げられる。合金元素量から 穴植生の指標を計算するものとして、対抗植指数が知られている。よく使われる、プロンの式はと表される。窒素の影響力を意味する係数 N の値は、研究者によって異なり、N イコール16がよく使われる。ただし、オーステナイト系には、N イコール30の方がより適当とも言われる。フェライト系の場合は、N イコール0で計算する。プロンが40以上の公詞を、 スーパーステンレス鋼と呼ぶ304系ステンレス鋼上の非金属介在物から形成された穴色の様子。塩酸酸性の塩化台に鉄溶液による紳士試験後のもので重列が紳士時間を示す。応列は非金属介在物の種類別。また、ステンレス鋼中の非金属介在物は穴色発生の核となり有害であることが知られる。 特に硫化マンガンの介在物が有害である。このため、蘇生の制御や表面処理による MNS の除去が耐食性改善に有効である。使用上の対策としては、できるだけ CL 濃度及び温度が低い環境で使用することが望ましい。日常生活の例で言えば、台所周りでステンレス鋼に付着した塩や醤油などを放置すると穴色が発生。 進行する恐れがある。隙間腐食とは、大体いい0 0 1ト、mm、ル程度の微小な隙間で起こる腐食で、隙間内部で局所的な腐食が進む。ステンレス鋼表面に付着した異物の下から、あるいはボルトナット低血部や、フランジ継手のような構造上の隙間部から、隙間腐食が起きる。隙間腐食では、 閉鎖環境として機能する隙間が最初から存在する点が穴色と異なるが、隙間腐食の腐食進行機構は穴色と本質的には同じである。対策も同様に、クロムやモリブデンの合金元素添加、低 CL 濃度環境での使用が有効である。また、構造上の隙間ができるだけないように配慮することも必要である。流解腐食を捨てない時計に発生した。 流海腐食の様子。流海腐食とは、多結晶体中の個々の結晶の境目である、結晶流海で、極部的に腐食が進む現象である。ステンレスコーの流海腐食は、流海付近に、クロムが結合した領域が存在することによって起きる。流海では、結晶つぶないと比較して石質が進行しやすい。また、炭素は、クロムと結合しやすい性質を持っている。 そのため、ステンレス鋼が高温に加熱されると、ステンレス鋼中の炭素とクロムが結合して、流解でクロム炭化物ができる。生成したクロム炭化物の周辺では、ステンレス鋼中のクロムは欠乏する。クロム欠乏体では10%を下回るような低クロム濃度になっており、耐食性が乏しく、そのため流解腐食が起きる。流解腐食がひどく進行すると、 結晶粒の脱落が起き、強度にも悪影響を及ぼし得る。著しく鋭敏化した304系の組織写真。一般的に鋭敏化したステンレスコーでは、クロム炭化物の積出によって流解が太く見える。クロム欠乏体の発生のように、流解腐食が起きやすい材質になることを鋭敏化という。オーステナイト系の場合、およそ摂氏400度から摂氏800度の温度域で、 クロム欠乏体による鋭敏化が起きる可能性がある。この温度域で短時間でも保持されると、クロム炭化物が積出するため、この温度域を除霊でゆっくり通過しても鋭敏化の可能性がある。一方で、フェライト系では約摂取900度以上からの急霊で鋭敏化が起こる。オーステナイト系とフェライト系の温度条件の違いは、組織中におけるクロムの拡散速度、 炭素の拡散速度、炭素の雇用量が異なることによる。ただし、フェライト系の鋭敏化は、比較的軽微で、特に問題となるのは、オーステナイト系の鋭敏化と言える。ステンレス鋼が、素材の状態では、適切な熱処理を施すことによって、クロム炭化物は素地に溶けて、クロム欠乏体を作らずに済む。しかし溶接を行う場合、高温に上昇する溶接箇所の熱影響部で、 鋭敏化が起きうる。蒸気の温度条件の違いにより、オーステナイト系では溶接金属から少し離れたところで、フェライト系では溶接金属の直近で鋭敏化の可能性が高い。このように溶接熱影響部で起きる流解腐食は、ウェルドリ系と呼ばれる。ステンレスコーの鋭敏化に対する材料側の対策としては、クロム炭化物の元となる炭素の低減が有効となる。 また、ニオブやチタンのような、優先的に炭素と安定な化合物を作る、合金元素の添加も有効である。溶接上の対策は、できるだけ入れ熱が小さい溶接条件を選定することである。変形の危険もあるが、溶接後に再度の雇用加熱処理を実施することも、対策となる。応力腐食割れ運数 S31603 の、 人工海水環境応力腐食割れ試験で起きた割れ。応力腐食割れとは、腐食環境に引っ張る力が重なった時に割れが起きる現象である。引っ張り強さ未満の応力であっても腐食作用が加わることで割れが発生し、最終的には破断にまで至る可能性もある。抗議の応力腐食割れは、アノード反応妖怪が割れを助長する。 活性経路腐食型応力腐食割れと、材料中の水素原子が原因となる、水素もろ性型応力腐食割れに分かれる。応力腐食割れの事例全体の中でも、発生事例が多いのが、ステンレスコーの応力腐食割れ、特に塩化物環境で起きるオーステナイト系の、活性経路腐食型応力腐食割れである。オーステナイト系使用上の大きな問題点の一つが、応力腐食割れと言える。 塩化物環境での応力腐食割れの場合、塩化物濃度、溶存酸素、温度が高いほど割れが発生しやすくなる。高温高圧の塩化物水溶液を扱う、熱交換器などで起きるものが、オーステナイト系の応力腐食割れの代表例である。実際の環境で起きたステンレス光の応力、腐食割れの事例によると、多くは摂氏70度以上の環境温度で起きている。 塩化物以外では、火星ソーダなどの高温アルカリ水溶液で、ステンレス鋼の応力腐食割れは起きる。雇用加熱処理されたステンレス鋼であれば、結晶粒内を割れが進む、粒内割れが、塩化物環境の活性経路腐食型応力腐食割れの形態となることが多い。ステンレス鋼で起こる、応力腐食割れの多くは、粒内割れである。一方で、 ステンレスコーが鋭敏化していると結晶流解を割れが進む流解割れが生じうる。流解割れ型の応力腐食割れの場合は摂氏200度から摂氏300度の高純度高温水でも発生する。流解割れ型の応力腐食割れを防ぐためにも材料の鋭敏化を防ぐことが重要となる。フェライト系とオーステナイトフェライト系はオーステナイト系と比較すると 応力腐食割れが生じづらい。ステンレスコーの中で材料を選ぶならば、対応策としては、フェライト系や、オーステナイトフェライト系が選択肢となる。オーステナイト系の場合は、ニッケルガン有料を40%近くまで増やすと、実用的なレベルまで、対応力腐食割れ性が高まるが、コストの面から、このようなコ種の選択は難しい。 引っ張り応力が大きいほど応力腐食割れは起きやすくなるので、引っ張り応力ができるだけ加わらない設計や施工が望まれる。水素もろ性型応力腐食割れは、単に水素膳化や水素もろ性とも呼ばれる。通常の腐食に起因した水素の侵入を原因とする水素もろ性の場合は、その耐食性によって炭素鉱などよりもステンレス鉱の水素もろ性は起きづらい。 水素燃料機器の材料として、オーステナイト系ステンレス鋼が用いられることが多い。しかし、ステンレス鋼であって、腐食に起因した水素侵入ではないため高圧水素ガス管強化では、水素もろ性の可能性がある。高圧水素中の水素もろ性評価によると、オーステナイト系、スース三百十六リットルやオーステナイト系、石質効果型ステンレス鋼 A-286。 などのオーステナイト安定度の高い鉱種が脆化しづらく、オーステナイト系スース304リットルやマルテンサイト系ステンレス光は脆化を示す。ただし、ステンレス光の水素諸製の機構自体がまだ未解明で結論は得られていない。一種金属接触腐食一種金属接触腐食とは異なる種類の金属が接触するときに電池が形成され、 電極電位が低くなる型の金属で腐食が進む現象である。不動体化したステンレス鋼は、海水中の腐食電位列に代表されるように、鋼、中鉄、銅合金といった他の実用構造材料に対して、電極電位の高い側となりやすい。そのため、一種金属接触腐食が起こる場合も、ステンレス鋼側の腐食よりも相手材料側の腐食が、 問題となることが実用上は多い。一種金属接触腐食への影響要素としては、両金属の腐食電位列上の関係や、面積の比率、電解質溶液の電気伝導率や流速が関係する。特に重要なのが、面積比率で接触する両金属のうちの低な金属の面積が、気な金属の面積よりも小さければ小さいほど腐食が進展しやすくなる。 よくある例は、ステンレス鋼板を普通鋼のボルトで締結したような事例で、ステンレス鋼板側が、非活面積大の状態で、普通鋼、ボルト側が、非活面積小の状態であるため、ボルトの著しい腐食が起こりうる。高温の気体の作用で起こる腐食現象の感触、あるいは高温で起こる腐食現象全般の高温腐食についても、汎用金属材料の中では、 ステンレス鋼は優秀な体制を持つ材料だと言える。感触は発電所、石油化学プラント、自動車排ガス装置などの高温装置で関係し、主に高温酸化と高温ガス腐食に分類される。高温酸化高温酸化したステンレス鋼の表面の様子が1時間曝露後、が3時間曝露後、が5時間曝露後の状態を示す。 鉄鋼材料を高温待機中に長時間さらすと、ボロボロの表面となることがある。このような現象を高温酸化という。高温待機環境中で生じる酸化現象で、空気中や酸素中のほかに、水蒸気中や二酸化炭素中でも生じる。ステンレス鋼は高温酸化にも優れた体制を示す。 ステンレス鋼の耐酸化性の源は主にクロムによるもので、クロム含有量が多いほど高温酸化への耐性も向上する。高温酸化が激しくなって使用が困難になる温度が炭素鋼では摂氏500度程度と言われるのに対して、ステンレス鋼では高種にもよるが摂氏1000度程度となる。高温での耐酸化性や耐食性の源は表面に形成される保護被膜による。 この被膜は保護性を持つ点では不動体被膜と同じだが、素性も異なり厚みも大きく、不動体被膜とは別物である。ステンレスコーのクロムが20%以上の抗がん有量になると、酸化クロムでできた保護性のある酸化物被膜が表面を緻密に覆う。この酸化物被膜中では、金属イオンや酸素イオンの拡散が非常に遅く、ステンレスコーの高い耐酸化性が得られる。 ただし、18%未満程度のクロムが有量が低い場合は、緻密で連続した CR2O3 被膜は形成されず、f i クア2 o 4や FE2O4 の被膜が形成されるに止まる。しかし実用的には、スース410のような11%、クロムステンレスコやスース430のような17%、 クロムステンレス鋼も摂取800度ないし摂取850度を使用限度温度として高温酸化環境で使われている。1時間摂取900度の高温酸化を受けたステンレス鋼の断面写真。明るい灰色部分が素地で暗い灰色部分が高温酸化でできた酸化物被膜。保護性の CR2O3 被膜が欠損、剥離を起こした場合でも クロム含有量が高ければ、直ちに CR2O3 被膜を再生できる。他の合金元素としては、ケイ素が大酸化性を著しく改善する。添加されたケイ素は、被膜層と母材の海面に二酸化ケイ素として解状、または連続層として存在し、CR2O3 被膜の形成を助力する。アルミニウムにも大きな改善の効果があるが、 クロムとアルミニウムの含有量によって効果が異なり、その挙動は複雑である。例えばクロム14%を含むものに対して0.8%から2.0%のアルミニウムを添加すると酸化アルミニウムの被膜が CR2O3 被膜のもとに形成される。AL2O3 被膜自体は緻密で保護性が高いが、この場合は被膜の剥離を誘発して酸化速度が むしろ大きくなる。さらに、アルミニウム濃度が高くなれば、災害層に AL2O3 被膜が形成されるようになり、酸化速度が著しく小さくなる。逆に、アルミニウム含有量が0.3%程度の場合も、AL2O3 粒子が CR2O3 被膜のもとに分散、内部酸化層となって、酸化速度を減少させる。常実のように、高温酸化は、 水蒸気雰囲気中でも生じる。水蒸気中で起こる高温腐食を特に水蒸気酸化と呼ぶ。火力発電のボイラーで摂氏500度から摂氏650度の高温蒸気にさらされる管内面などで問題となる。水蒸気酸化の進行は水蒸気の帰りによって発生した酸素分子によって、または水蒸気と鉄の直接反応によって進行すると言われる。 水蒸気酸化では同時発生する水素が飛膜に血管を作り、さらにそこまで温度が高くないため保護飛膜が一様に生成されにくいことや酸素の供給が不十分なことによって水蒸気酸化中での酸化飛膜は不完全で保護性が低くなりやすい。水蒸気酸化性に大きな影響を持つ合金元素はクロムで多量添加によって 水蒸気酸化への耐性を向上できる。高温ガス腐食大気環境以外で生じる感触は、高温ガス腐食と呼ばれる。ステンレス鋼に関わる代表的な高温ガス腐食が、高温硫化、深炭窒化、ハロゲンガス腐食などである。高温硫化は、硫化水素ガスや硫酸ガスなどの雰囲気中で起こる。高温硫化の挙動は、高温酸化と同じように、 表面にできる飛膜の生成と成長に支配される。高温硫化における飛膜は硫化物によって形成されるが、高脂血管が多くて、イオンが拡散しやすいため、この硫化物飛膜には高温酸化における酸化物飛膜のような保護力はない。実用合金全般を見渡しても、硫化水素ガス雰囲気中での最大の太陽温度は、摂氏600度が限界と言われる。クロムの添加は、 硫化を抑制する効果があるため、ステンレス鋼の対高温硫化性は炭素鋼よりは優れている。クロムの他にはアルミニウムやケイ素の添加が有効で硫化速度減少の効果を示す。新炭は一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素などの高温ガス雰囲気中で起こる現象で炭素原子が内部に拡散して炭化物を形成する。窒化は アンモニア雰囲気などの窒素を含む高温雰囲気中で起こる現象で窒素原子が内部に拡散して雇用体や窒化物を形成する。新炭も窒化も材質を低下させたり、クロム欠乏体を作り異常酸化の原因となったりする。新炭に有効な合金元素には保護性のある酸化物を形成するクロムと、ケイ素、炭化物を形成しないニッケルが挙げられる。 窒化の場合は、特に有効な合金元素はニッケルで、ニッケル含有量が多いほど、耐窒化性が増す。ハロゲンガス腐食は、塩素ガスや塩化水素ガス中で起こる腐食で、激しい腐食性を示す。塩素ガスや塩化水素ガスとの反応で生成される、塩化物は低融点で容易に消化するため、ハロゲンガス腐食の腐食速度は大きい。数ース304の例で、 塩素ガス中での太陽温度が約摂氏310度、塩化水素ガス中での太陽温度が約摂氏400度である。ステンレス鋼の機械的性質も、その組織の状態と組成によって様々に変わる。多くの種類のステンレス鋼が存在するように、ステンレス鋼の機械的性質も幅広い。一般に、鉄鋼材料の強度、硬度を高める原理には、次の5つがある。 いずれの強化機構も、蘇生変形のもととなる、転移の運動を妨げることで材質を高強度化させる。ステンレス鋼の強度も、これらの強化機構を基礎とする。一方、材質を高強度化すると、一般的に、遠征、人生が低下する。遠征、人生が低下すると、材料が破壊される時にモロ性破壊となる。機械、構造物の安全使用の観点からは、 強度が高いことだけでなく、人生が大きいことも望ましい。ステンレスコーの機械的性質を評価するのに、用いられる指標は、0.2%体力、引っ張り強さ、伸び、絞り、硬さ、衝撃強さなどである。これらのうちの0.2%体力、引っ張り強さ、伸びは、引っ張り試験で測定できる代表的な材料特性で、0.2%体力は、 材料の幸福点を代表する0.2%の蘇生歪みを起こす応力を引っ張り強さは材料の強さを代表する最終的な破断を起こす応力を伸びは材料の遠征を代表する破断までに材料が伸びる変形の程度を表す。常温におけるステンレス鋼の各代表的講師の0.2%体力引っ張り強さ伸びの例を下記に示す。 ステンレス鋼の中で引っ張り強さ1000%音波を超える高強度の鋼種にはマルテンサイト系、石質効果系、加工効果させたオーステナイト系の3つがある。マルテンサイト系では焼き入れでマルテンサイト組織となり強く硬い組織となっている。通常は焼き入れ後に焼き戻しも行い、マルテンサイト系の最終的な機械的性質は焼き戻し温度によって変わる。 高炭素高種愛子 440CE の例では2000近い引っ張り強さを得ることもできる。石質効果系は自己処理によって微細第2章を分散石質させる石質効果機構によって高い強度、高度を得ている。マルテンサイト系と比較すると含有炭素量を減らせるので耐食性や人性をそれほど落とさずに済む。オーステナイト系は加工効果度が大きく、 さらに順安定オーステナイト系では、素性変形が加わると、加工有機丸天イと変態が起こるため、圧縁加工を加えることで高強度、高高度の特性が得られる。加工効果で高強度化させた後でも十分な遠征、人性を保っているのも、加工効果させたオーステナイト系の特徴である。フェライト系、オーステナイト系、オーステナイトフェライト系の3つには、熱処理による、 効果性がない。フェイライト系は焼けなまし状態で使用され、オーステナイトフェライト系と加工効果させない場合の、オーステナイト系は雇用加熱処理状態で使用される。低炭素鋼と比較すると、フェライト系の幸福応力と引っ張り強さは少し高めである。フェライト系と比較すると、オーステナイト系は幸福応力が低めで、引っ張り強さが高めである。 オーステナイトフェライト系の引っ張り強さと幸福応力はフェライト系とオーステナイト系よりも高めである。これは含有元素の影響とオーステナイトフェライト系の結晶粒サイズが微細なため起きる流解強化によるものである。ステンレスコーの中では焼きなまし状態のフェライト系のみが応力から歪み曲線上で明確な幸福点を示し、 他の講師は明確な幸福点を示さない。ステンレス講の遠征、人生については、オーステナイト系が特に優れている。炭素講やフェライト系の伸びが20-30%程度であるのに対し、雇用加熱処理状態のオーステナイト系の伸びは45-55%という値を示す。人生の指標である衝撃強さにおいても、オーステナイト系が優れた値を示す。 金属が高温環境下に置かれると、一般的に変形抵抗が低下する。しかし、ステンレス鋼は高温でも比較的高い強度を保つことができ、上述のように高温環境下での耐酸化性や耐食性に優れることから、耐熱用途に幅広く利用される。実でもいくつかのステンレス鋼の光子をそのまま耐熱鋼の光子として規定しており、ステンレス鋼は、 耐熱光の一種でもある。オーステナイト系とフェライト系の二つが耐熱用に強されるステンレス光の主流となっている。代表的な耐熱ステンレス光で言えば、常温での幸福応力はオーステナイト系よりもフェライト系の方が高いが、およそ摂取600度以上の幸福応力はフェライト系よりもオーステナイト系の方が高くなる。そのため、より高温で使用する場合はオーステナイト系が、 それ以外では、フェイライト系が重宝される。オーステナイトフェライト系は、摂取600度以上では、オーステナイト系とフェイライト系の中間的強度を示す。高温強度を向上させる場合、ニオブ、窒素、ケイ素、モリブゲン、銅、タングステンなどの雇用強化元素の添加が行われる。マルテンサイト系にもモリブゲン、バナジウム、タングステンなどの添加で高温強度を高めた。 高手があり、限定的ながらも強度が必要な箇所で使用される。一般の炭素鉱と同様に、フェライト系、マルテンサイト系が低温環境に置かれると人性が低下し、モロ性破壊を起こすようになる。人性が著しく低下する温度を遠征から、モロ性0 0温度といい、フェライト系430の例では、室温から約摂氏70度までの間で衝撃、強さが急激に低下する。 しかし、オーステナイト系は、このような低温時にも高い人生を保つ。高種にもよるが、オーステナイト系は摂氏200度以下の極低温でも使用できる。オーステナイトフェライト系は低温時にモロ性破壊を起こすが、フェライト系よりは、遠征からモロ性繊維が緩やかに起きる傾向にある。ステンレス光の物理的性質は、金属組織の種類によって、ほぼ決まり、 さらに合金元素添加量が影響する。フェライト系とマルテンサイト系が類似した物理的性質を持っており、オースティナイト系の物理的性質はそれらとは異なる傾向を持つ。石質効果系も最終的に母性がマルテンサイト組織となる鋼種であれば、物理的性質はフェライト系とマルテンサイト系に類似する。オースティナイトフェライト系の物理的性質は オーステナイト系とフェライト系の概ね中間に位置する。ステンレス鋼の物理的性質の例を、下記の表に示す。質量と体積の比である密度は、ステンレス鋼の種類の中で、違いは小さく、おの,おのの素性でほとんど決まる。難航と比較すると、ニッケルを多く含むオーステナイト系の密度が、やや大きい。ニッケルを主合金元素としないフェライト系と、マルテンサイト系は、 難膏よりもやや小さい。モリブデンのような重い元素を合金元素として含めば、含むほど密度は大きくなっていく。熱が伝わった時の温度変化の程度を示す比熱も、ステンレス光の種類間の違いは小さい。クロム系ステンレス光の比熱が難膏とほぼ同等で、クロムニッケル系が難膏よりもやや大きい。熱の伝わりやすさを示す。 熱伝導率については、金属材料全般の中でもステンレス鋼の熱、伝導率は小さいと言える。フェライト系とマルテンサイト系の熱伝導率も炭素鋼より小さく、オーステナイト系の熱伝導率はさらに小さい。一般に、金属の熱伝達は自由電子を通じて行われる、ため、金属中に不純物が存在すると、電子の運動を阻害して、 熱伝導率を低下させる。したがって、点火元素が多いほど熱伝導率が低下する。ステンレス鋼の場合、含有するクロムやニッケルによって、熱伝導率が小さくなっている。温度上昇時の体積膨張の割合である線、膨張係数は主に結晶構造によって決まる。フェライト系とマルテンサイト系は難航に近い値を示すが、 面信立方構造であるオーステナイト系はそれらの約1.5倍の線膨張係数を示す。オーステナイト・フェライト系の線膨張係数は、フェライト系とオーステナイト系の中間程度となる。物質の電気抵抗の大きさを示す。非電気抵抗についても、その原理は熱伝導率と同じで、含有元素が多くなると抵抗が大きなる。金属材料全般の中でもステンレス鋼の非電気。 抵抗は大きいと言える。このため、ステンレス光は導電用材料には向かない。非電気抵抗はおおよそ熱伝導率と反比例の関係にあるが、石質効果系は石質効果熱処理によって組織が複雑化した影響で、非電気抵抗がやや大きくなる。男性変形に対する抵抗の大きさを示す。ヤング率は、ステンレス光は全般的に難航とおおむね同じである。 蘇生や組織の違いよるヤング率への影響は小さく、ステンレス鋼の中での格子間の違いは小さい。非鉄金属材料と比較すると、ステンレス鋼のヤング率は高い部類に入る。一般的な鉄鋼材料は強磁性材料で、いわゆる磁石にひっつく材料であるが、免震立方合子構造であるオーステナイトは、常磁性材料で、強磁場中でもごくわずかにしか磁化しない。 このため、オーステナイト系は非磁性材料である。一方、フェライト系やマルテンサイト系は一般的な鉄鋼材料と同様の強磁性材料である。ただし、オーステナイト系も加工有機マルテンサイト変態が起こると磁性を帯びるようになる。オーステナイトフェライト系は磁性の強さはフェライト量比率によって変わるものの基本的に強磁性材料である。また、 機械的性質と同様に、温度によって物理的性質は変化する。低温になるほど、電気抵抗、熱膨張係数、熱伝導率、比熱は小さくなる。密度とヤング率は低温になるほど大きくなる。フェロクロムステンレス鋼の原料には、鉄の他に合金元素として大量のクロムを必要とし、さらにニッケル、モリブデン、マンガン、チタンなども使う。 主な合金元素であるクロムとニッケルは主にフェロクロムとフェロニッケルとしてまたはスクラップとして供給される。フェロクロムとフェロニッケルは合金鉄の一種で採掘されたクロム鉱石またはニッケル鉱石から製造される。合金鉄は不純物である炭素が取り除かれている低炭素なものほど価格が高くなる。しかし、放実する精錬技術の発達により 廉価な高炭素フェロクロムと高炭素フェロニッケルも現在ではステンレス鋼の原料として多量に利用可能になっている。クロムもニッケルも資源が世界に偏在しており、需要供給バランス、産出国の経済情勢、国際紛争、為替レート変動などによって原料価格が大きく変動するため、これら原料の安定確保とコストダウンがステンレス鋼メーカーにとっての課題である。 潰されたステンレスコーのスクラップステンレスコーはリサイクルしやすい材料でありステンレスコースクラップの回収率は高い2006年の調査によると生産された約2800万トンのステンレスコーのうちその原料の約60%がステンレスコースクラップを利用できている市場から回収されたスクラップのほかにステンレスコー製造過程で生じたスクラップも回収 利用されている。特にオーステナイト系は高価な合金元素を多く含み、磁性を持つため分別しやすいため、スクラップ活用が進んでいる。原料としての鉄にはステンレス鋼スクラップの他に普通鋼のスクラップも活用されている。集められたスクラップは使用前に成分検査や放射能探知検査が行われる。スクラップは割安だが価格変動も大きく、 供給が不安定といった面もある。航路を持つ、図コー一貫製鉄所が、ステンレス鋼を製造する場合は、航路で先鉄を製造し、予備処理した上で先鉄を、ステンレス鋼の原料として用いる場合もある。また、フェロクロムではなく、安価なクロム鉱石を直接の原料にして成功する、方法も開発、実用化されている。アークロの概略図原料はマズロで溶解される。 ステンレス鋼製造で用いる溶解炉は電気アーク炉が一般的である。ステンレス鋼スクラップ、フェロクロム、フェロニッケルなどの主原料が電気炉に相入りされて溶解される。電気炉内に強力なアークが発生し原料を溶解する。アーク熱は摂氏3000度から最大摂氏3500度に達し原料はおよそ1550から 最大摂取線800度まで消音されて溶解される。電気炉の大きさは、1回のチャージあたり30トンの、ものから最大で160トンのものまである。航路を持つ、ズク一貫製鉄所が、ステンレス鋼を製造する場合は、電気炉ではなく、航路で溶線を作り、ステンレス鋼を製造する。航路による製造は大量生産に向いている。しかし、電気炉によるステンレス鋼製造が、 クロム系にもクロムニッケル系にも利用されているのに、対して、航路によるステンレス光製造は、クロム系に限られている。航路法では、ニッケルの溶解が難しく、クロムニッケル系では、電気炉法よりも効率が悪い。航路の溶線は数、数パーセントのレベルで炭素を含有しているような状態であるため、溶線予備処理と呼ばれる工程を本格的な、精錬前に行う。 溶線予備処理では炭素に加えてリンや硫黄の除去も行う。ステンレス鋼ではクロムがリンの活量を低下させるため溶線の段階で脱輪しておくことが溶線予備処理の重要な意義の一つと言える。AOD 法の外略図 VOD 法の外略図業界の後には化学組成を調整する精錬と呼ばれる工程が行われる。精錬工程では不純物を除去するが ステンレス鋼にとっての最大の不純物が炭素である。効率的に脱炭することがステンレス鋼製造における重要なポイントで、このための技術開発が過去から行われてきた。ステンレス鋼の基本的な脱炭は大まかに以下のような過程からなる。酸素ガスを溶溶に吹き込み、鋼中のクロムが酸化反応を起こす生成されたクロム酸化物が鋼中の炭素と反応を起こし、 一酸化炭素ガスの生成とクロムの再生成が起きる。一酸化炭素ガスを除去し、溶鉱中からの炭素除去を達成するしかし、ステンレス鋼特有の高濃度のクロムによって、溶鉱中の炭素の活量は下がっており、一般的な炭素鋼と比べて脱炭が進まない。特に低炭素域では、クロムは炭素と優先して結合し、脱炭反応が阻害される。普通に脱炭を進めると、 クロムが多量に酸化してスラグ中に入ってしまう。クロムをスラグから回収するために高価なフェロシリコンを要することになる。このような事態を避け、効率よく脱炭を進める方法として、脱炭反応時に生じる一酸化炭素ガスの圧力を下げることで、クロムの酸化を抑制しながら脱炭反応を進める手法が現在では採用されている。この原理に基づく精錬法が、 AOD 法、VOD 法、またはこれらを組み合わせた方法である。AOD 法は、アルゴンオキシジェンディーカーバーアッツエイションの略で、大気中の陽光に、アルゴンと酸素の混合ガスを下部から吹き込み、アルゴンガスによる希釈によって、脱炭時の一酸化炭素ガス分圧を下げて脱炭する方法である。AOD 法の長所は、陽光の炭素含有量が高くても脱炭が可能な、 点でであるこれによって安価な原料がが使用可能で生産性が高い VOD 法はバキュームオキシジェンディーカーバーアッゼイションの略で陽光を真空原圧下に移して酸素ガスを吹き込み脱炭時の一酸化炭素ガス分圧を下げて脱炭する方法である。VOD 法の場合はある程度低いレベルの炭素含有量にしてから適用する必要があるが一方で 最終的な炭素含有量をより低いレベルにすることができる。各精錬過程では、脱炭の他に、窒素、水素、硫黄、酸素、リンなどの不純物除去や介在物制御も行われる。ステンレス鋼に AOD 法、または VOD 法を適用した時の、おおよそ精錬レベルの目安を以下の表に示す。具体的な工程としては、溶解された原料は、天炉で精錬され、 その後、AOD 炉や VOD 炉などで、炉外精錬が実施される。ただし、電気炉法で溶解された場合は、ある程度の精錬が、すでに完了しているので、天炉での精錬を省略する、ことが多い。VOD 法を採用するときには、VOD 法適用前に、陽光の炭素が有量を、ある程度のレベルまで下げる必要があるため、電気炉法でも、天炉での精錬を工程に加えることがある。 高路法で溶解した場合は、ほぼ必ず天炉での精錬を行う。土外精錬での脱炭完了後には、仕上げ精錬と呼ばれる、同じ炉のまま所毛の蘇生調整する作業が行われる。連続鋳造の基本的な概略図。溶光は、鳥辺からタンディッシュへ一旦移され、モールドに流し込まれ、冷やし固められながら、ローラーで引き抜かれる。精錬を終えた溶光は、 鉄鋼メーカーから出荷される、最終製品形状に適した形へ冷やし固められる。この段階で冷やし固められたものを、半製品と呼び、厚板や厚塩剤生産用のスラブ、蛍光生産用のブルーム、防剤、洗剤やパイプ生産用のビレットがある。この工程を鋳造といい、大きく分けて、増開法と連続鋳造法の二つがある。造解法は、 インゴットと呼ばれる型に溶鉱を注入して固め、再加熱、圧延して、半製品を作る方法である。過去のステンレス鋼は主に増改法で作られていたが、生産効率の高い連続鋳造法が実現されてからは、一部の特殊な鋼種を除いて、ほとんどのステンレス鋼が連続鋳造法で製造されている。連続鋳造の過程に他と異なるステンレス鋼、特有の要素はないが、 表面品質が特に要求されるステンレス鋼では、品質重視の創業が特徴と言える。連続鋳造では、トリベに入れられて、精錬炉から供給される溶鋼が、タンディッシュと呼ばれる容器へ一旦移される。タンディッシュでは、溶鋼中の有害な非金属介在物を浮かび上がらせて除去する。タンディッシュから出た溶鋼は、冷却された岩型に通され、 さらに冷却スプレーを浴びせられ凝固する。凝固したステンレス鋼を、その下に配置されているローラーが、連続的に引き抜き、切断機まで送り出す。切断機で所定の長さに切断して、長方代や角材の形の半製品となる。圧縁の概念図ステンレスの後半と、コイルステンレス鋼の板や帯を生産する場合、スラブを圧縁することによって作られる。 ステンレス鋼生産の中でも、鋼板及び、鋼体の生産量が圧倒的に多い。圧縁とは、回転する二つの円柱に材料が挟み込みながら、薄く引き伸ばす工程で、材料を再結晶温度以上に加熱する圧縁する、熱管圧縁と、再結晶温度以下で圧縁する、冷管圧縁がある。スラブは、通常100ミリメートル以上の厚みがある。冷間圧延は、 非加工品が厚いと圧縁できないため、スラブはまず熱管圧縁される。ステンレス鋼の場合、スラブ表面の血管が熱管圧縁後も残ってしまうので、熱管圧縁前には、グラインダー等でスラブ表面を検索して、表面血管を前持って除去する。傷取りされたスラブは加熱され、圧縁器に通される。熱管圧縁器には、タンデムミルやステッケルミルが用いられている。 タンデムミルは生産性が高く、普通鋼と兼用する場合などに使われる。ステッケルミルは、初期コストが小さい長所があり、ステンレス鋼専用で生産する場合などに使われる。熱間圧延を終えると、高種に応じた適当な熱処理が施され、さらにスケールを除去するために、酸洗いが行われる。この時の熱処理は、 組織の再結晶化と炭化物の雇用化などを目的とする。この状態で製造完了として出荷する場合もある。熱間圧炎で可能な最小板圧は3ミリメートル程度が限度で、さらに薄くする場合や表面を微霊に仕上げる場合は、冷間圧炎が行われる。冷間圧炎で問題となるが、ステンレスコーの変形抵抗の高さで、 特にオステナイト系が著しい加工効果を起こす。このため、二重段式ゼンジミアミルがステンレス鋼の冷間圧縁に用いられる。ゼンジミアミルはワークロールを象形にして大きな圧力によって圧縁を可能とし、中間ロールがワークロールのたわみを抑え強固なハウジングで多段ロールを支える構造を持つ。 フェライト系などに対しては普通工用の冷間圧縁設備を使用する場合もある。冷間圧縁後は熱処理と酸洗いをまた行い、必要に応じて表面仕上げ用の冷間圧縁を再度行う。冷間圧縁後の熱処理の主な目的は圧縁組織の再結晶化である。表面光沢の良い製品にするために、 高気焼きなましと呼ばれる無酸活性雰囲気中での熱処理を行う場合もある。この場合はスケールの発生を防げるので酸洗いを省略して圧縁ままの光沢を維持できる。これらの工程の後、研磨、形状修正、脱脂、検査、裁断、梱包などを経て製品が出荷される。ステンレス鋼の場合は外観に対する要求水準が高いため、 メーカーと購入者の間で外観の限度見本を取り交わすこともある。ステンレス溶接交換後板以外のステンレス工の製品形状には交換、工房、洗剤、蛍光などがある。交換には継ぎ目なしのシームレス交換と後板を溶接して作る溶接交換があるが、どちらも基本的に普通工と同じ製法で作られている。シームレス交換、鋼棒。 洗剤は、ブルーム、またはビレットから、熱間圧延、冷感圧延、引き抜きで作られる。蛍光もブルームの熱感圧延から作られるが、まとまった需要が少ないため溶接で作ることも多い。他の特殊なものとしては、鋳造品やクラッドコがある。鋳造は、溶鉱を鋳型に流し込んで直接その形に、冷やし固める製法で、複雑な形状の部品などに対して用いられる。 ステンレス鋼の鋳造に使われる溶鋼自体は板などを作る溶鋼とほとんど同じである。鋳造法の基本的な考え方は炭素鋼や低炭素合金鋼中鋼と同じだが溶鋼の流動性が悪い点や合金量の多さによって有点が異なる点などを考慮する必要がある。クラット鋼はある材料を別の材料で全面的に覆って接合させる複合材料の一種で 単体材料では得られない特性を与えたり、単体材料よりも低コスト化させるためなどに用いられる。クラット鋼の母材は炭素鋼や低合金工とすることが多く、それを覆う合わせ材にはステンレス鋼、銅、チタン、ニッケルが使われているが、特にステンレス鋼を合わせ材とするクラット鋼が市場でも主流である。金属加工を行う第一歩として、 大きな素材から望ましい大きさや形に切り出す切断加工を通常は最初に行う。熱エネルギーを利用して材料を溶かして切断する方法を溶断といいガス切断が最も代表的な溶断方法である。しかし一般的に用いられている酸素、アセチレンによるガス切断ではステンレス鋼を溶断できず適用不可と言える。 ステンレス鋼中に多量に含まれるクロムは燃焼温度が高く、さらに燃焼時に生成される酸化クロムも溶融温度が高い。これらが酸素アセチレン切断による燃焼を妨げて、ステンレス鋼の酸素アセチレン切断を不可能にしていると考えられている。ステンレス鋼用に発達したガス切断法がパウダー切断と呼ばれる溶断方法である。パウダ切断では、 鉄粉を切断酸素に混入させて、その鉄粉の酸化反応熱を利用して切断する。板厚 600mm までならば、そこまでの技術を要せずに、パウダー切断でステンレス鋼を切断可能である。10mm、板厚ステンレス鋼板のプラズマ切断の例。奥側が水プラズマ切断、手前側がドライプラズマ切断。ステンレス鋼に適用される。 他の溶断方法には、アーク切断、プラズマ切断、レーザー切断がある。アーク切断は、アークを発生させて、アーク熱で材料を溶融する切断法である。アーク切断は、ステンレス鋼の切断法として発達したものだが、切断面の品質が良くなく、イナートガスアーク溶接を応用した方式の、アーク切断を除いて、利用は限られている。プラズマ切断は、 プラズマガス気流の機械的なエネルギーとアークの熱エネルギーを利用する切断方法で、ステンレス光の主要な切断方法の一つである。使用ガスには、アルゴン、水素を使用すると切断面の品質が最も良く、ステンレス光でもアルゴン、水素が主流である。プラズマ切断の場合、100mm を超える板厚まで切断可能である。レーザーを熱源とするのが、 レーザー切断で適用イターツは小さいが高精度な切断が可能である。ステンレス鋼のレーザー切断の場合はアシストガスに窒素がよく使われ切断面の酸化を起こさずに金属光沢のある断面を得られる。溶断の他には1体の刃で挟んで先断メカニズムに基づいて素材を切り落とす先断加工がある。鉄鋼メーカーが生産したコイルをさらに幅を 小さなコイルや平板にするシャーリングやプレス機械で板を打ち抜く打ち抜き加工が先端加工に該当する。ステンレス工の先端加工の場合、材料強度が高めのため、普通工や軟工よりも大きな力を要し、十分な能力を持った機器の剪定や歯型の管理がより重要となる。先端加工では良好な切断のために向き合う刃先のクリアランスを 材質や板圧に応じて適切に設定する必要がある。ステンレスコーでも種類に応じた設定クリアランスの傾向がある。他の機械的な切断方法にはウォータージェット切断がある。高速で噴射された超高圧水で素材を切断する方法で熱影響や加工歪みがないという長所があり、精密切断などに用いられている。 プレス絞り加工で製造されたステンレス製、食材容器。プレス成形はステンレス鋼の板材を様々な形に変形するためによく利用される。ステンレス製品の利用促進にはプレス成形技術の発展の寄与が大きいと言われる。曲げ加工、深絞り加工、張り出し加工、打ち抜き加工、ロール成形、コイニング加工、エンボス加工など、 ほとんどすべての成形加工がステンレス工で可能である。特に蘇生変形能の高いオーステナイト系は180度密着折り曲げのような厳しい成形や複数の種類の成形からなるような複雑なプレス成形にも対応できる利点がある。ただし、普通工などと比べるとステンレス工は一般的に強度が高いため加工負荷が大きく、 金型の異常摩耗や焼けつきも起きやすい。そのため、金型の材料や表面処理、潤滑油の剪定がより厳しくなる。ステンレスコーでは、プレスを離した後に、断性変形分だけ元に戻ろうとするスプリングバックが大きく、特に曲げ加工で所定の曲げ角度を狙うときはこの大きなスプリングバックの考慮が必要である。一般的に、 オーステナイト系が大きな加工効果を起こすため、スプリングバックが大きく、オーステナイトフェライト系も、幸福応力が高めのためスプリングバックが大きい。ステンレスコーで特に問題となる成形時の欠陥が、オーステナイト系の磁気割れ、フェライト系の縦割れやリジングである。成形性を向上させる場合、オーステナイト系の場合に、重要なのが、加工効果特性である。 オースてないと安定度を調整して、適切な度合いの加工効果が起こるようにすると、成形性が向上する。フェライト系の場合は、炭素量、窒素量を減らす、高純度化とチタンなどの合金元素添加が、成形性向上に有効である。また、ステンレス鋼の場合、その表面のビレーサを商品価値とすることが多い。そのため、成形加工中に表面が損傷しないように、 特に注意を要する。ステンレス鋼の成形加工では、潤滑油の塗布のほか、表面保護のために樹脂系のフィルムを表面につけて、プレス成形することもある。炭造は、鋼界にハンマやプレスで大きな力を加えて、形を作る加工法で、同時に材料内部の欠陥を押しつぶし、結晶粒の微細化なども実現する。一般的には、炭造前に、 鋼界の加熱を行い、熱管、または温管で炭造する。オーステナイト系は、その著しい加工効果のため、一般的には、冷間炭造されない。洗剤では、炭素、窒素を極低量を謳して軟質にし、ニッケルや銅を添加して、加工効果を抑えた、高種のオーステナイト系を使って、冷間炭造することもある。また、ステンレス鋼は焼き付きを起こしやすいので鍛造時には、 注意を要する。温感加工時も炭素鉱などでは表面の酸化物が焼き付きを防止する機能を果たすが、ステンレス鉱では抗体食性のため表面が酸化しづらい。そのため、何らかの表面被膜処理を行って潤滑性を高めることが望ましい。不要な部分を切りくずとして取り除きながら、所望の形状に作り上げるのが切削加工である。切削加工においては、 ステンレス鋼は一般的に難切削材料と言われる。すべての切削加工自体はステンレス鋼に適用可能だが、普通鋼、銅、アルミニウムなどと比較すると切削しづらい。フェライト系と焼けのまし状態のマルテンサイト系は炭素鋼に似た切削特性と言えるが、加工効果性が強いオーステナイト系の切削性が特に劣る。 解作性の要項を ICB1112 を100とする、非作成指数の例を以下に示す。直流被覆アーク溶接によるステンレス項溶接、ビードの様子。ティグ溶接によるステンレス項溶接、ビードの様子。材料を溶かして接合する溶接には、アーク溶接を筆頭に多く種類の溶接法が存在する。基本的には、ステンレス項でも同じ溶接法が用いられる。 好種による際はあるが、ステンレス鋼を溶接して接合すること自体に特段の困難はない。ただし、ステンレス鋼は他の鋼と異なる特性を持っている面もあるため、それらの特性に適した溶接法を選択しないと、種子の溶接欠陥を生むなどの不具合の原因となる。その意味では、ステンレス鋼の溶接難度は高いと言える。ステンレス鋼と炭素鋼は、 物理的性質がかなり異なる面もあるため、溶接上もこれらの性質の違いに配慮が必要である。電気抵抗については次のような影響がある。被覆アーク溶接では、高い電気抵抗のために溶接電流が高いと、発熱が著しくなり、溶接棒が焼ける恐れがある。そのため、通常は溶接電流を普通光よりもやや低くする。一方、 電気抵抗による発熱を利用して溶接する抵抗溶接では、この高い電気抵抗が利点として働き、抵抗溶接に必要な電流が小さくて済む。ステンレス鋼の薄板の接合には抵抗溶接を利用することが多い。熱伝導率と線膨張係数については、特にオーステナイト系が炭素鋼と大きく異なるため、溶接上注意を要する。 熱伝導率が小さいため溶接による熱が逃げにくく、その上、線膨張係数が大きいため熱が入った箇所が大きく伸びようとするため、溶接対象物の変形が起こりやすい。また、このような溶接変形が拘束された結果、比較的大きな残留応力が残り、後の応力腐食割れの原因となることも多い。溶接上の対策としては、固定具を用いる。 溶接順序を工夫する他の熱伝導率の良い金属を裏当てして熱を逃がす等を行う。常述のように溶接熱による鋭敏化もステンレス鋼特有の溶接思考の注意点である。その他の溶接上の問題点としてはオーステナイト系の高温割れ、フェライト系の摂取475度税化、マルテンサイト系の低温割れ、 オーステナイト・フェライト系のオーステナイト量変化などが挙げられる。フェライト系やマルテンサイト系では、割れなどを防ぐために、溶接前に溶接対象物にある程度熱を加える予熱処理を行う。一方で、オーステナイト系は遠征に富み、予熱処理がかえって有害になることも多いため、通例は予熱処理を行わない。溶接後に熱を加える後熱処理についても、 耐色性を確実にしたいなどの事情がない限り、オースティナイト系では通例は行わない。マルテンサイト系とフェライト系では、遠征回復の点から、高熱処理を行う。また、ステンレスコート他の金属材料を溶接する、異種金属溶接が行われることもある。実際の設計では、経済性も考慮して、それぞれの使用場所に応じて必要な材料を選定するので、 必然的に異なる材料との接合も必要となる。母材と溶接材が異なる場合、溶着金属が母材蘇生によって希釈され、溶着金属の蘇生が変わってくる。異種金属溶接では、この点を考慮する必要があり、予想される希釈後の蘇生をもとに、上述のシェフラーの組織図から、溶着金属の組織を予測し、適切な溶接材を選択する。 ステンレスコート異種材溶接可能なのは多くの他の鋼、ニッケル及びニッケル合金、銅及び銅合金などである。フェライト系とマルテンサイト系を溶接する場合は、フェライト系の溶接材料を用いるのが、オーステナイト系とフェライト系あるいはオーステナイト系とマルテンサイト系を溶接する場合は、オーステナイト系の溶接材料を用いるのが望ましいとされる。熱処理は、 ステンレス鋼の製造過程の最終工程あるいは中間工程として行われる。特にステンレス鋼の場合、その金属組織を最終的に決めるという点において熱処理工程は重要である。熱処理は耐食性、機械的性質、さらには物理的性質にも影響する点でも重要性を持つ。雇用加熱処理は主にオーステナイト系及びオーステナイトフェライト系に施される。 熱処理である。具体的な温度は、高種によって異なるが、おおよそ摂取950度から摂取1150度まで加熱した後に急冷する。雇用加熱処理によって、それぞれの目的の金属組織にし、さらに耐食性や機械的性質を回復させる。特に雇用加熱処理には、クロム炭化物や窒化物を雇用させ、鋭敏化を防いで、 耐食性を確実にする効果がある。石質効果系の全処理としても行われる。焼き入れと焼き戻しは主にマルテンサイト系に施される。焼き入れは加熱して組織をオーステナイトにした後、冷却して組織をマルテンサイトにする熱処理でマルテンサイト系には必須の熱処理と言える。 実数数 420J2 の例で、おおよそ摂取920度から摂取950度まで、加熱して揺れする。焼き戻しは、人生を回復するために、焼き入れ後に引き続いて行われる、熱処理で、約600摂取750度に加熱して冷却する、高温焼き戻しと、約150摂取200度に加熱して冷却する、低温焼き戻しがある。焼けなましは、 フェライト系やマルテンサイト系などに施される。おおよそ摂氏780度から摂氏900度に加熱し、空冷、または除冷する。フェライト系の場合は、やけなましごそのまま使用に供される。やけなましによって、人生向上や加工歪み除去を行う。一方、マルテンサイト系の場合は、成形や、 切削の前段階として焼けなまし状態にすることが多い。マルテンサイトにした後では硬くて、成形や切削が困難になるため、焼けな、ましによって、マルテンサイト系の組織を一旦、フェライト組織にする。その後に成形、切削し、それから焼き入れ、焼き戻しする。また、有害な残留応力を除去する。 暴力除去焼きなましなどをオーステナイト系に施すこともある。時効効果処理は石質効果系特有の熱処理で、雇用加熱処理後の材料を加熱、一定時間保持し、石質効果を起こさせる。高温で時効効果処理を行えば、保持時間は短くできるが、達成可能な強度は低くなる。マルテンサイト系石質効果型の630の例では、 摂氏470度で1時間保持して、空冷という条件や摂氏630度で4時間保持して、空冷という条件が規定されている。ステンレス鋼の熱処理蒸気をつけるべき点としては、フェライト系の摂氏475度もろ性やシグマ症、脆カマルテンサイト系の焼き戻しもろ性などがあり、適切な温度制御が求められる。また、加加熱による結晶粒の素材化も、 注意点である。ステンレスコは金属表面をさらして利用可能なため様々な異常用途に使われてきた。このためステンレスコには多くの表面仕上げ方法が開発されている。新しい表面を作るために複数の表面処理方法を組み合わすこともある。仕上げ後の表面状態は見た目のみならず耐食性にも影響し、この点でも表面仕上げは 重要となる。一般的には、表面が滑らかであるほど腐食が起きにくくなると言える。例えば、グラインダーされたままの表面状態では、同じ環境で比較して、本来発揮できる、はずの耐食性よりも穴職などの極部腐食が起きやすいといったことがある。独立200周年を記念して建てられたメキシコトルーカにある塔のモニュメント。304リットルの2倍と仕上げ材が使われている。 ステンレスコーの板材は基本的には圧延仕上げで製造され市場へ供給される。ステンレスコーの場合は金属表面のまま利用可能なので追加の表面仕上げを行わない圧延仕上げのままでも衣装用として利用できる。仕上げ内容を示す記号が企画で割り当てられている。ジスまたは AST ムに制定されているステンレスコーの 代表的な圧縁仕上げについて一家に示す。他のステンレスコー向けの圧縁仕上げとしては、ダル仕上げやエンボス仕上げがある。どちらも表面に凹凸を持つ圧縁ロールで圧縁することで、その凹凸を素材表面に転写する仕上げ方法で、ダル仕上げは不規則な凹凸模様を与え、エンボス仕上げは規則的な凹凸模様を与える。ダル仕上げの場合は、鈍く光沢を抑えた。 落ち着いた見た目になる。エンボス仕上げはファッション的な柄模様の見た目にする。コベットブリュースター美術館の連来センターのファサード外反。316リットルの鏡面仕上げ剤が使われている。ステンレスコーの表面仕上げによく使われているのが研磨を施した仕上げである。研磨仕上げ剤は主に外観を装飾する用途に使われ普段目にする。 ステンレス構成の装飾金なものや台所用品の多くは研磨仕上げがされている。研磨仕上げの場合、市場に流通している研磨済み素材を使用する場合の他にプラントのタンクなどのように設備試行後に研磨する場合もある。研磨仕上げの主な手法は研磨目を残らせるベルト研磨と鏡面に仕上げることを目的とするバフ研磨の2種類である。の磨は 研磨後に、ステンレス光表面に流化物を生成し、耐色性を劣化させることがあるので注意を要する。研磨仕上げも、規格で仕上げ内容を示す記法が割り当てられている。JIS、または ASTM で制定されている代表的な研磨仕上げについて一家に示す。他の研磨方法としては、小物の研磨に用いるバレル研磨や、電解液に浸して、 表面を電解させる電解研磨がある。ステンレス鋼の電解研磨には、リン酸、硫酸、硝酸が電解液としてよく使われる。電解研磨と塗流による機械的な研磨を複合させた手法もあり、より高平滑な表面が得られる。化学発色被膜による発色をさせたステンレス鋼の、コースター科学発色させたステンレス鋼を使った、サウスウェストオレゴン地域空港の外壁。 ステンレスコは金属素地を露出させて使うのが一般的だがニーズの多様化に応える形で近年では着色したステンレスコも利用されている用途によっては銀色の金属光沢が持つ冷たい印象を嫌う場合もありそういった面からも着色が求められるステンレスコの着色方法には紅術の塗装の他に表面に酸化皮膜を作り 光の干渉色を利用する方法がある。酸化皮膜の厚さを変えることで、干渉色を変えることができる。この方法には、様々なものが存在するが、実用的には、インコ法が主流である。インコ法は、硫酸と酸化クロムの欲に浸しして発色させる工程と、さらに硫酸とリン酸の欲で浸し展開し、酸化皮膜を強固にする工程からなる。 出来上がる酸化皮膜は化学発色被膜と呼ばれる。化学発色被膜の素性はクロムにと読み、厚みはステンレス鋼元来の不動体被膜よりも著しく大きい。ただし化学発色法による酸化膜は元来の不動体被膜と異なり傷ついたら回復しない。新視時間に応じて化学発色被膜の厚みが変わり、厚みが増すに従って発色が ブロンズ青、金色赤、緑と変わる。化学発色被膜の厚さは、ブロンズの時に0.02マイクロメートル程度、緑の時に0.36マイクロメートル程度である。現在では発色と効果を分けずに、同じ工程で一度に行う技術も実用化されている。以前の化学発色法は発色の不均一さを克服できなかったが、現在では全処理技術の向上などによって均一な、 発色も可能となっている。白色塗装されたステンレスコで作られた野外彫刻、ジャウマプレンサのロマド。かつては、ステンレスコを使うときにはその耐色性と金属的外観が好まれ、ステンレスコを塗装することはほとんどなかった。しかし、近年では塗装がなされたステンレスコも多く利用されており、塗装ステンレスコと呼ばれる。 塗装されたステンレスコの見た目自体は、普通コを塗装したものと変わらない。ステンレスコに塗装を行う理由としては、装飾のためにカラフルな見た目にしたいことの他に、腐食保護の信頼性の高さがある。普通コを塗装したものだと、塗膜が欠損した時に、そこから現れる地肌に錆が生じるが、ステンレスコを塗装した場合、現れる地肌の耐色性が高いため初錆が、 生じにくい。他の着色法よりも、塗装の加工コストが廉価という長所もある。また、金属的外観を生かしつつも、汚れや指紋をつきにくくするために、クリア塗装や、カラークリア塗装もステンレスコート層に利用されている。ステンレスコート層に使われている塗料は、耐食性向上の観点を重視するときは、耐候性が高いシリコン編成ポリエステル、シリコン編成アクリル樹脂。 フッ素樹脂の利用が一般的である。ステンレス鋼の表面は不活性な不動体被膜に覆われているため、一般的に有機被膜との密着性が良くない。脱脂して表面の汚れや油分を取り除く、ショットブラストや酸洗いで方面に適度に荒くして塗料の食いつきを良くするといった適当な全処理を行えば、一般的な後半と同じように塗装できる。 溶融ア亜鉛メッキステンレスを使った瓦。ナルト氏の取り入れると、メッキもステンレス鋼に使われている表面処理である。耐食性、装飾性、導電性の向上といった目的からメッキがステンレス鋼にも利用されている。電気メッキも溶融メッキもステンレスに施工可能だが、メッキの密着を確実にする上で、ステンレス鋼の不動体被膜が問題となる。そのため、 電気メッキでは、ストライクメッキなどの全処理が必要となる。ガス還元法による、溶融メッキでも、全処理として別のメッキを行う。耐食性を目的としたステンレス光へのメッキとしては、溶融アルミニウムメッキの例が知られる。アルミニウムは、自然電位がステンレス光よりも低であるため、犠牲用極として働き、ステンレス光素地の穴色防止などの効果がある。 自動車排気系部品で耐熱用フェライト系ステンレス鋼を溶油アルミニウム、メッキすることで304系並みの耐食性を付与させた例などがある。装飾用には金メッキや銀メッキが古くから用いられている。イブシ瓦の色合いを出すことを狙った溶油アエンメッキステンレス製の瓦の例などがある。導電性工場の観点からはニッケルメッキや金メッキが施される。 電気ニッケルメッキを施して、導電性と耐食性を両立させたステンレスコーが、ボタン電池などで使われている。他にも、ブラスト処理、エッチング、不動体化処理、物理上着法など、ステンレスコーに適用される、様々な表面仕上げが存在する。ブラスト処理は、適当な材質の小さな粒を表面に高速で叩きつけて、スケールの除去や、素地の調整を行う処理。 表面仕上げとしてはビーズブラストなどで方向性を持たない低光沢の表面を得るのに使われている。エッチングは表面を部分的に溶かし、文字や絵をステンレス鋼の表面に作る処理である。不動体化処理は不動体化の程度を意識的に向上させたい時に行う処理で、硝酸などに真摯して行われる。PVD は近年発達してきた。 ドライプロセスによる表面処理の一種でステンレスコーの場合は薄いセラミック層を蒸着させて色付けや耐久性向上のために使われている。ステンレスコーはその耐食性を活かして日用品、業務用機器、建設、自動車、鉄道、電気機器、産業機械など様々な分野で幅広く使われている。使用分野に特に偏りはなく用途は 多種多様と言える。2019年の統計によると、金属製品全般が37.5%、機械類が29.1%、建設関連が12.2%、自動車関連が8.5%、電気機器が7.7%、その他輸送機器が4.9%という、使用割合となっている。退職制に加えて、 高温環境や低温環境への耐性があり、高種によって物理的性質や機械的性質が異なるため、ステンレス鋼は多様な形で利用される。ステンレス鋼と競合する他材料には、塗装、メッキ、ロ浪などの表面処理を施した鋼、ポリプロピレンのような樹脂材料、アルミニウムやチタンなどの他金属材料などがあり、要求特性とコストのバランスの中で材料が、 選択される。ステンレス構成のスプーンと食卓ナイフフォーク、スプーン、ナイフなどのカトラリー類ではステンレスコーが多量に使われておりステンレス製カトラリーのシェアは圧倒的と言ってもいいほど大きい。古くはステンレスコーが実用化された時からステンレスコーの有用な使い道としてステンレス製カトラリーが使われてきた。一般的なカトラリーには 大ステナイト系が用いられ、高級な食卓用ナイフには高高度なマルテンサイト系も利用されている。また、ステンレス製の箸も、韓国では利用が浸透している。調理器具では、ステンレス製の包丁も主流である。刃物類には、高炭素のマルテンサイト系の焼き入れ焼き戻し材を使用して、ロックウェル硬さが50から60の高高度で実用に、供される。 刃先となる芯材には、マルテンサイト系を使い、それをフェライト系で挟み込んだ構造の刃の包丁などもある。他には、トレー、ボール、お玉などの調理器具もステンレス製が多い。ステンレス構成の台所流し台台所の流し台も現在では、ステンレス製が定番となっている。放浪や人工大理石などの他の材料と比較すると、ステンレス製流し台は、 耐久性があり、メンテナンスしやすい。ステンレス製、流し台本体は、板材からプレス成形で作られる。台所の天板でも、ステンレス工が、選択肢の一つで、エンボス仕上げや着色処理による外観を良くしたものも採用されている。ステンレス製外輪鍋。そこが、IH 調理対応となっている。鍋やフライパンなどでもステンレス製が使われている。ただし、 ステンレス鋼は熱伝導があまり良くないので、ステンレス鋼でアルミを挟み込んだ酸素を、構造クラッド鋼などにして対策される。IH 調理器用には、磁性のあるフェライト系や普通鋼と複合させたステンレスクラッド鋼が使われる。業務用の厨房は、流し台、テーブル、ケース類に至るまで、清潔さを保つために正常しやすいステンレス鋼が全面的に使われている。 魔法瓶の水筒もステンレス鋼を使った製品で、ステンレス鋼管のプレス成形で作られる。魔法瓶水筒の場合は、ステンレス鋼の熱伝導の悪さを逆に有効活用している事例と言える。食品産業では、食品が接触する部分の多くがステンレス化されている。清潔を第一とする食品機器では、昔からステンレス鋼が多量に使われてきた。 食品産業のステンレス鋼の特徴は、食品が接触する部分には、研磨仕上げを標準としている点である。これによって、もし食品接触面に気昇や微小な穴があった、時に、そこに食品が入り込み、清掃時にも残ってしまうような事態が起こらないように、している。鋼種は主に304系が使われており、より耐食性を要する箇所には316系が、使われている。 ステンレス製の冷蔵庫電気製品では、製品の主部から小物部品まで幅広く、ステンレス鋼が使われている。消費者の高級志向もあり、電気製品へのステンレス鋼適用は増加傾向にある。白物家電では、冷蔵庫、食洗機、炊飯器、電子レンジなどで、ステンレス鋼が使われており、耐指紋性と抗菌性のために、クリア塗装を施すこともある。 洗濯機では清潔感の良さから洗濯槽のステンレス化が進んでおり、特にドラム式洗濯機のドラムはステンレス製が標準的である。電気ポットの内部容器や電気給湯器のタンクでもステンレス鋼を採用しており、ステンレス製の給湯タンクでは穴色や応力腐食割れへの対策として抗体色フェライト系の444系が使われている。 電子機器類でもステンレスコーが使われており、多くは小物部品で使われている。電子機器の使用環境はオフィスや家庭といった腐食の厳しい環境ではないため、退職性が問題となることは比較的少ない。携帯電話部品やハードディスクドライブなどでは、肘性の要求からステンレスコーを使う場合もある。ステンレス車両の例。 ハンブルク効果鉄道を走る DT-5。加工効果された IC-301LN を使用。現在の鉄道車両は、車体がステンレス製であるステンレス車両、車体がアルミニウム合金製であるアルミ車両、この2種類が主流である。ステンレス車両では、以前の普通構成車体の車両と比べると塗装を省略することができ、保守の手間が少ない。さらに、 塗装と腐食代が省略できるため軽量化が可能となっている。鉄道車両の車体用にはオーステナイト系を低炭素化で耐食性を高めた講種が使われており、さらに加工効果による高強度化が施されて使われている。ステンレス車両のコストは普通構成よりも高いが、アルミ車両よりは安く、通勤車両を中心にステンレス車両が多用されている。 ステンレス構え体の組み立てには抵抗スポット溶接が用いられており近年では歪みが小さく溶接速度が速いレーザー溶接も用いられているステンレス製のボディを持つデロリアン DMC-12 自動車ではエンジンで発生した燃焼ガスが排気されるまでの排気系でステンレス鋼が最も利用されているエキゾーストマニホールドからマフラーに至る 排気系部品のほとんどでステンレス鋼を使用しており、鋼種は熱膨張係数が低く、コストが比較的安いフェライト系が主に使われている。排気系部品でステンレス鋼利用が一般化した背景としては、排ガス規制強化がある。この規制強化に守るためにエンジン燃焼温度の上昇が必要となり、排気系部品へのステンレス鋼適用が進んだ。 より高温のエンジン近くの部品には耐熱性を重視した光種が選択され、比較的低温のマフラー側の部品には耐食性に優れた光種が選択される。排気系 E 以外でステンレス鋼の使用が一般化しているものとしては外装の装飾モールやエンジンで使用されているメタルガスケットなどがある。反面、ボディにステンレス鋼が用いられた例は、 極めて少なく2021年現在ではデロリアン DMC-10 及びテスラサイバートラックが採用した程度に止まっている。自転車用のステンレス製ディスクブレーキローター二輪車分野ではオートバイやマウンテンバイクで使われるディスクブレーキのローターにステンレス鋼が常用されている。自動車ではローター材料は炭素鋼や中鉄が多いのに対して二輪車では 外見の良さも重要なことから、ステンレス鋼が主流となっている。ローターには強い摩擦力が働き、摩耗が問題となるため、ローターの高度がある程度以上高いことが望ましい。一方で、ブレーキ時の摩擦熱が発生するため耐熱性が求められる。そのため、高高度、耐熱性、耐食性のバランスがいいマルテンサイト系が、ローターの材料として広く実用されている。 耐色性が高いステンレスコーだが、船舶分野では使用はそれほど多くない。船舶におけるステンレスコーの主な使用箇所で挙げられるのは、ケミカルタンカーや LNG タンカーにおけるタンク用材料で、ステンレスコーの耐色性や低温特性を活かして使用される。ケミカルタンカーでは、国際開示機関が定めた、国際規則で一部の化学薬品用のタンクには、 ステンレス鋼の使用を義務付けている。天然ガスを引く、摂氏162度に冷却した、液化天然ガスを運ぶ LNG タンクには、ニッケル合金の他に、304や304リットル、などのオーステナイト系ステンレス鋼が用いられる。高強度と腐食疲労体制を求めて、スクリュープロペラに、ステンレス中鋼が採用される場合もある。航空機分野では、 機体材料の全体的な傾向として、鉄鋼材料自体が、チタン合金、アルミニウム合金、複合材料などにとって変わられつつある。航空機でステンレス鋼が特に使われている箇所は、強固な特性が求められる、機械部品類が多い。脚部や油圧機器、ラッチ、ロット、ヒンジ類などで、ステンレス鋼が用いられている。クライスラービルディングの弾型戦闘の外装は、 ステンレスコーを使用している。建築物では、その見た目の良さを理由に、外装用、内装用ともに、ステンレスコーが使われている。外装用としては、特に屋根用やファサード用に、ステンレスコーが古くから使われてきた。ニューヨークのクライスラービルディングは、外装に、ステンレスコーを採用した、最初の著名な建築物として知られる。クライスラービルディングの先頭外装に、 オースティナイト系が使われており、1930年代に建てられて海岸地帯に存在するにもかかわらず、今日も輝きを保っている。一方、建築物の荷重を支える構造材料では普通工が主流である。近年では、鉄筋コンクリートに使われるステンレス製の異形鉄筋が実用化されており、構造材用と向けのステンレス工適用拡大が検討されている。 建物内部では、ドアノブ、蝶津街、換気口、窓枠、クレセント、カーテンレール、手すりなど、様々な建築家なものにステンレス鋼が使われている。普通鋼や表面処理鋼が昔は使われていたが、腐食対策や高級志向から、ドアノブのような目立つ箇所にはステンレス鋼が使われるようになった。 ビルの内装材としてはヘアライン仕上げのステンレスコーが主に用いられるが、入り口やエレベーター周辺では鏡面仕上げのステンレスコーもアクセントとして用いられることもある。ステンレス製のコーランドボーク分野では水門の扉からだとあたり、強量のコーランで美観維持とメンテナンスフリーのためにステンレスコーが使われている。公共施設や公園にある案内板といったものも、 保全コストの削減のためにステンレス効果が進んでいる。ドーム球場やコンベンションセンターのような大型建造物の屋根もメンテナンスフリーや美観の向上のためにステンレス工使用が浸透している。屋根は日射や気温による温度変化が起こるため大型の屋根では熱膨張率の低いフェライト系の使用が望ましい。 海浜地区などの腐食が厳しい場所に建てられる場合は、抗体食ステンレス鋼や塗装ステンレス鋼が適用される。硝酸工業では、強筆濃度の以下の硝酸であれば304系のステンレス鋼で十分に対応でき、304リットルが硝酸を扱う器具、装置の材料として広く利用されている。歴史的にもステンレス鋼実用化後の最初の大量使用の一つが、 硝酸を取り扱う用途であった。硫酸は幅広く用いられている基礎化学原料の一つだが、限られた硫酸濃度範囲でしかステンレス鋼は不動体化しないため、硫酸を扱うのにステンレス鋼の使用範囲は限られている。窒素肥料となる硫酸の製造では、硫酸が腐食作用を緩和するため結晶管に316などを用いている。石油生成では、 高温耐食性や高温強度といったニーズから、ステンレス鋼の適用が多い。摂氏300度から摂氏500度の高温化、3波から20波の高圧化で、異ブ分を除去する水素化脱流装置では、対流回腐食性を高めた、安定化を捨てない時計の321や347が使われている。上圧上流装置では、原油を摂氏300度前後まで加熱して、 原油を分流しており、装置は厳しい高温腐食環境にさらされる。日本では劣化の防止まではできていないものの、応力腐食割れの懸念が少ないフェライト系、スース405クラッド鋼が蒸圧上流装置の材料に用いられている。製紙業も腐食が常に問題となってきた分野で、ステンレス鋼実用化後の初期から、ステンレス鋼が活用されてきた。 よく使われている鉱種はオーステナイト系で、パルプ製造の連続上階までは内側を304リットルに、したクラット鉱が使われ、二酸化塩素を使う、パルプ漂白のより腐食が厳しい工程では、スーパーステンレス鉱が必要になる。パルプから紙を作る、少子工程では、圧搾脱水を行うサクションロールに、耐食性や疲労強度を考慮して、 オーステナイトフェライト系が主に使われている。塩化物イオンを多量に含む海水環境はステンレス鋼にとって好ましくない環境と言える。海水環境で問題となるのは全面腐食よりも極部腐食で光種によって程度の代償はあるが、海水環境ではほとんどのステンレス鋼に隙間腐食や穴食の可能性がある。 海洋中の付着生物の存在も隙間腐食の原因となる。316系はステンレス鋼の中で耐食性の高い方であるが、316系であっても海水環境への耐食性を持つといえず、利用範囲は限定される。羽田空港の D 滑走路桟橋支持部。滑走路を支える円柱ぐはは沫部から 寒満部にかけて、抗体食性ステンレス鉱で覆われ、防食対策されている。港湾や海洋構造物では、経済的理由もあり、海水にさらされる、箇所の構造材料は塗装と、電気防食で対策した、炭素鉱や低合均衡を主体としている。ただし、海水中から大気中にかけての海水しぶきを受ける、箇所や潮の寒満によって海水に浸されたりが一気に、 さらされたりする箇所では電気防食ができず、また塗装には経年劣化や損傷の問題がある。そのため日本では交換構造を採用した海洋構造物に対してスース312リットルのようなスーパーステンレス鋼の薄板で海水飛沫部と看満部を覆って防食する手法が開発され1997年頃から実用化されている。 海水炭水化設備ではコストを下げる観点からもステンレス鋼が活用されている。海水炭水化装置には主に蒸発式と逆浸透式があるが、いずれの方式でも核構成機器にステンレス鋼が利用されている。主に使われているのはオーステナイト系の 316K や 317K で蒸発機には高強度かつ応力腐食和例の耐性が 高いオーステナイトフェライト系の S2200 号も使われている。現代の火力発電所は超輪開圧、または超輪開圧の蒸気条件で運転されており、このような高圧化、高温化に伴って、ボイラーの材料としてステンレス鋼利用が増えている。ボイラーの加熱器、再熱器、熱交換器配管などにステンレス鋼が使われており、一般的には金属温度が 摂氏600度を超えると高温強度や耐酸化性のためにステンレス光が経済的にも有利と言われる。蒸気のエネルギーを回転運動エネルギーに変換する蒸気タービンでは強度と耐食性が必要な動力と性力にマルテンサイト系や石質効果系が使われている。ローターやケーシングではより高温の厳しい運転条件になるとステンレス光が必要とされる。 ガスタービンでは、金属の有点レベルの高温の燃焼ガスを扱うため、タービン本体や燃焼機には超耐熱合金が主に使われるが、圧縮機やタービンディスクなどでステンレス鋼が使われることもある。原子力発電所における、軽水炉では、多くのステンレス鋼管やステンレス鋼はついたが、用いられている。炉心で発生した蒸気をそのままタービンに送る、沸騰水型軽水路では、 原子炉圧力容器や配管系でステンレス鋼が使われており、応力腐食割れへの対策のために非営便加工種へと置き換えられてきた歴史がある。加圧水型軽水路の一時冷却系でもステンレス鋼を利用しているが、沸騰水型とは条件が異なることもあって、応力腐食割れが問題となったケースは少ない。使用済み核燃料の再処理施設では、再処理に 多量の賞賛を用いるため、ステンレス鋼が多量に使われる。ステンレス構製の外科手術器具医療分野でも、手術器具から検査機器に至るまで、ステンレス鋼は多く使われている。薬品、消毒液、血液、体液などに対して、耐食性が必要なため、ステンレス鋼が適しており、衛生面からも好まれる。手術の検査機器に対しては、肘性であることも利点となる。 メスや、監視などの手術器具には、マルテンサイト系ステンレス鋼が使われている。人工関節用など、人体内で使用するインプラント用材料としても、使われる。体液は、海水と同等の素性であるため、これらの用途には抗体食性の講種が利用されている。血管、胆管、食道などを広げるステントでは、コバルト合金などの多使用材料も存在するが、 加工性や溶接性が良好であることや廉価であることからステンレス鋼の抗体色性鉱種も使われている。ただしステンレス鋼中に含まれるクロムとニッケルには金属アレルギーの問題もあり優れた生態適合性を持ちさらに軽量であるチタンなどの他の生態材料への置き換えも進んでいる。特に近年では毒性や金属アレルギーが懸念されるニッケルを 生体材料から排除する動きが強まっており、ステンレス鋼でもニッケルを含まない、窒素などの他のオーステナイト生成元素を代わりに、用いた生体材料用オーステナイト系ステンレス鋼の開発、実用化が進められている。ステンレス製の野外彫刻の例。スコットランドのザケルピーズ。厚さ 6mm の316リットル圧円板ナンバー、8研マザヨ。 約150トン使用。実用品以外の分野では、モニュメントやオブジェといった美術作品の素材として利用されている。ステンレスコーを彫刻素材に使用する利点には、他の金属同様に可塑性があり加工しやすくかつ、丈夫であること、耐食性が高く、メンテナンス性に優れていること、後期を持ち現代的な材質感が得られることが挙げられる。ステンレス材に、 各種の研磨仕上げや表面処理を施すことで多様な肌合いを表現することもできる。細かい穴を開けて透明を表現するインコ法でグラデーションを作って虹を表現するモアレを利用して三次元的な奥行きを表現するといったステンレス工による表現の幅を広げる試みもなされている。石材、木材、鉄、プラスチックなど他の素材と組み合わせる例もある。 鉱種としては、オーステナイト系の304がよく使われるが、沿岸部のような場所では抗体色な316も使われる。ステンレス鋼は、リサイクル可能な材料であり、再誘拐して、ステンレス鋼製品の原料にできる。ステンレス鋼に含まれるクロム、ニッケル、モリブデンなどの合金元素は枯渇性資源であり、ステンレス鋼リサイクルの重要性は大きい。現状では、 使い終わったステンレス構成品のおよそ80%がスクラップとして回収されリサイクルされていると推定される。国からの補助などなしで経済的にリサイクルが成立できている。特にオーステナイト系は非磁性であるため他の鉄スクラップと分別しやすい長所がある。一方でフェライト系やマルテンサイト系は磁性があり分別しづらいという短所がある。また、 クロム系の場合、ステンレスコースクラップとフェロクロムの価格差が小さいため、回収費用に対して割に合わないといった課題もある。これらの理由から、クロム系の大半は分別されずに、普通コースクラップとして回収されたり、クロムニッケル系とまとめて回収されたりしている。2003年から2005年までの日本のステンレスコース市場を対象に行われたマテリアルフロー解析の結果によると、 クロムニッケル系ステンレスコーとして回収できたスクラップ回収率は75%から98%であったが、クロム系ステンレスコーとして回収できたスクラップ回収率は12%から34%に止まっていた。クロム系の中でもフェライト系の利用量はオーステナイト系に次いでおり、利用のさらなる拡大が予測されている。そのため、 フェライト系の分別回収を確立し、含有されているクロムをさらに有効活用することが期待されている。クロム系スクラップの回収率向上がステンレスコーリサイクルにおける今後の課題の一つとなっている。1950年頃のステンレスコーの素高生産量は世界でおよそ100万トンであった。それから年平均成長率5.8%で、 生産量は伸び続け、2019年の世界のステンレス鋼素鋼生産量は5221万8000トンとなっている。鉄鋼材料全般における2019年の世界の素鋼生産量は18億6900万トンで、ステンレス鋼生産の割合は2.8%である。国別、地域別のステンレス鋼生産量については、2019年の 実績では1位が中国で生産量の56.3%を占めている。ついで2位がインド、3位が日本という順になっている。以下に2001年から2019年まで世界のステンレス鋼生産量のグラフと2018年時の国、地域別の生産量順位のグラフを示す。2001年2019年間のステンレス鋼前。 世界生産量変異特に文献内の複数箇所にわたって参照したものを示す。ありがとうございます。